違いだらけのパーフェクト漫才ナイツ。よろしくお願いいたします。だからね、アイドルがすごく好きなんですよ。アイドルね、みんな一度憧れましたよね、一番ハマったのキャンディーズですかね。キャンディーズね、だいぶ前ですけど、ランちゃん、ランちゃん、山ちゃん、しずちゃん、ね、ちょっと違うんですよ。流行りましたね。後半別のキャンディーズになっちゃう。解散コンサート、失楽園球場って、ね、後楽園だよ。そんなみだらな球場できてない。もうなくなっちゃいましたけどね、後楽園球場ってね、昔あった大きさが東京ドーム1個分ぐらい、当たり前だろ、ね。さんとこ代わりにできたんですよね、屋根付きで。キャンディーズ解散したのが昭和53年4月の4日です。あそこまで調べたんですね、はい、僕の誕生日昭和53年3月27日です。お近いですね、はい、はっきり覚えてます。すごいな。生後1週間ぐらいですよ、ね、その後松田聖子さん好きになりましてね、大人気でしたね、うん、肌着の季節っていうことね、裸足だよ。デビューしたんですけどね。いつですか、肌着の季節。あの髪型が社外現象になったんです ね、みんな真似したんですよ、ね、あの聖子ちゃん狩りっていうのがです、ね、そんな単発じゃないですか、バリカン入ってないですから。あの赤いスヌーピーって曲がスイートピーめちゃくちゃ、いや血だらけのスヌーピーみたいな感じ。怖いでしょ。だから人気絶頂の時にね、お茶の水正樹さんと結婚した。神田だよ。で降りる駅間違えてます。中央線、ね、まさか新横浜正樹と結婚する、どこに行っちゃうって。で一回東京で新幹線乗り換えたんですよ。娘の東京さやかっていうのも戻りましたね。でもまあ微妙に違うんですけどね、まだ、うん、去年ジャルと雪の女王っていう映画も、ね、穴だよ、ね、歌ってます。新幹線乗ったり飛行機乗ったりね、大変です。ありのままの姿見せるのよ、ね、なんで脱いじゃったんですか。ありのまますぎるでしょ。少しも寒くないわ。震えてんじゃねえか。雪一面の世界ですからね。あのエイプリル J って歌詞とね、メイ J だよ、歌ってましたからね。一月早いんですよ。その後好きになったのがクラブおにゃんこ、いやおにゃんこクラブ好きでね。そういうキャバクラね、絶対ありました。やっぱ、うん、春元康さんすごいなって思って。秋元だよ、すごいですよ。季節逆ですよ今度ね。セーラー服を脱がさないで、必死に抵抗しないで。本気で脱がされてるわけじゃないですからね、うん、その後モーニング娘。じゃないですか。これも大ヒットしましたから、ただ人数が多すぎて最近ちょっとついていけないですね。まあ、どんどん新しい人がねこれ入ってくるわけです。家の前までなんとか行けたんですけど、本当についてこうとしちゃったんです。本当に尾行しちゃダメですよそれね、うん、ギリギリ分かるのがカゴちゃん辻ちゃんのあたりまではね、カトちゃんケンちゃんみたいな、けど、何度かイントネーションちょっと違うんですよね。カゴちゃん辻ちゃんって最近カゴちゃんがいろいろ問題、カトちゃんでしょ完全に。カゴちゃんですからね、うん、でもモームスといえば矢口真理さんがね、あそうね、なんかいろいろ叩かれちゃってかわいそうですよね。あ、まあ、まあね、これいろいろありました。僕すごく好きなんですよ矢口真理さん、ね、うん、だから夫婦仲良かったじゃないですか昔。そうですね、背が大きい旦那さんと小さい矢口真理、おしどり夫婦だったんですよ最初はね。そう思ってました。矢口真理に言いたかったですよ。なんて、もうちょっと慎重さが欲しかった。うまい。なんでいくらんでしょうね。昔仲間だった辻ちゃんはすごくいい奥さんになりましたよね。そうですね、辻妻が合う。あ、うまい、矢口真理さんつんくさんに怒られたらしいですよ。なんて、あんたずるい女だね。あ、うまい。今日から本当にシングルベッドだな。なんでやがった。お前言い訳する、いつまでやんだこれ。急に漫才のテイスト変わっちゃったよ。何これね、まあ、やっぱり今をときめく EKD48、うん、エコダのキャバクラだろそれ。さすがですよね AKB ね。やっぱ冬本康さんすごいな。秋元ね、もう風邪ひきますよ急に冬にされたら、ね、やっぱ秋葉原っていうところにね、うん、そこにコンセントを置いたのが良かったんだ、ね、コンセプトだよ。電気街だからいっぱいありますけどねコンセプト。エブリデイガネーシャって曲なんかね、カチューシャですね。インドの神様出てきますよ。ポニーテールとジュジュっていう曲なんですね。ジュジュ歌ってないんですけど。ただ総選挙っていうのやってるのがすごいですよね。まあ、そうですね、うん、これが注目集めるわけです、ね、今年はサッシーとサシコとサシハラの三つどもえだよ。三つどもえじゃないよそれはもう。ただ俺はね、うん、サシハラリノにセンター守れるのかって言ってやりたいですよ。あら随分ですね、はい、そんな分かんない話。俺毎年投票行ってますからね。あ、そうなんですか。だって今まで大島とかあっちゃんが守ってきたポジションですよ。そうですけど、ね、センターっていうのは、まあ、そんな詳しいと思わなかったですよ。いや難しいんですよセンターっていうのは。センター、ね、あのレフトとライトと違ってどこのセンターがあるんですか。外野のセンターでしょ野球の。オールスター総選挙ファン投票じゃないよ。ファン投票で決めるけどオールスター、ね、まあ、大島洋平を守ってきた、そっちの大島かお前。いや中日の大島の話だったよ、ね、あっちゃんこと青木宣親が守って、誰が言ってんだ。青木さんあっちゃんって言ってるやついないだろそんなやつ。またモノクロですか今すごい人気。モモクロだよ
割とカラフルですよあの子たち。なんかね掛け声があるんですよ、掛け声が ね、桃色クローバー A、うん、A じゃない、なんだっけね、あるじゃない、 A ではない、桃色クローバー B、 B でもない、 B じゃない、ね、うん、桃色クローバー C、 C じゃない、 C じゃない、ね、うん、ごめんなさいね、うん、桃色クローバー D、 いや待てるかそんなの最後 Z だよA から洗っていくやつ初めてだよ。まあ、そんなアイドル大好きな僕らの漫才を見ていただきたいと思います。今から始まるのか、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。大ベテランみたいな、ほんま、もう還暦ぐらいのコンビニですね。好きやわ、もう声張れへんもんね。そうね、なんか声張る人もいるじゃないですか。うわー、常に攻め続けやるナイツ。よろしくお願いします。ナイツです。よろしくお願いします。まあ、大変な状況の中でね、そうですね、漫才やってますけどもね。まあとにかく皆さん今はね、もうソーシャルディスタンス。そうですね。とにかく今ソーシャルディスタンス。まあ、ね、それを意識してみんなやってますよ。やっぱ一番怖いのはもうロックダウンですからね。ロックダウン。とにかく今ロックダウンはしちゃいけませんからね。ね、やっぱオーバーシュートなんですよ皆さん。オーバーシュートなんですよ。とにかく今オーバーシュートですからね。まあ、この手のね、その横文字っていうのは本当増えましたけどね。やっぱ本当クラスターがね、やっぱ一番怖いって言われてますから。いやそうですよね。ね、だから絶対本当にクラスターというの。とにかくのクラスター、エビデンス。エビデンスってここにあるの？しっかりエビデンス持っていただいてまして。使い方合ってんの？それよくわかんない。まあ、そんな中やっぱりルピナスが今非常にね、ルピナスが非常に危険な状態ですから。ちょっとごめんなさい。皆さん本当気をつけていただいて。何ですかそのルピナスっていうのは？これあの地元のパン屋さんなんです。関係ねえだろ。なんで今地元のパン屋な急にな。危険な状態になってますから。いやそんなまたコロナ関連の新しいね英語の単語かなと思うけど。なんかパンデミックってそういう。全然違うよ。どんな宣伝だお前それな。パンを食べましょう。わかんない。テドロス。テドロスさん。パンを食べましょう。意味が目的なんだその宣言は。でも本当にね、やっぱり政治家にはしっかりしてもらいたいなと思いますけどもね。まあそうですね、僕は本当菅総理はやっぱりこれ期待してますから国民がみんな、はい、僕は菅総理聞いてますか今見てますかテレビ菅総理しっかりしていただきたい。菅総理今のですよね。今の総理は菅じゃないですよ。あの菅さんですね。菅総理。でもあの麻生さん菅って言ってた。いつものやつだよそれはな。見たもん。いいなあの人の言い間違いよと真に受けるなな。慣れろそろそろな。日本国民みんな慣れてんだよもうそれは。菅なの？菅なの？え、あれ菅って読むの？まさかの菅なのよ。俺ずっと勘違いしてたわ。いや勘違い。じゃあ総理大臣になる前は菅菅傍聴菅だったっ。それは官房長官。なんだ菅菅傍聴菅って気持ち悪いな。そのシステムで言えば。いやシステム。菅菅傍聴菅。菅菅うるさいのよ、ね。そっちは官房長官でいいから。でもやっぱり今本当にね、我慢しなきゃいけないですよね。カラオケなんか行きたくてもあんま行けませんからね。いやね、ちょっと大勢でカラオケっていうのはもうしばらく行けてないですね。リサが大好きなリサが。あ、リサとか歌うの。はい、あの目つきのやばいの主題歌ね。鬼滅の刃だよ。目つきのやばい。なんだ目つきのやばいってお前。強く。目つきやばいな。なれる。やばいぞ。鬼より怖いぞこいつは。やばいぞ。いやちゃんと鬼滅の刃僕大好きなんで。本当に。あのインターネットで調べてきてますんで。何？え？インターネットの？鬼滅の刃のことをインターネットで調べてきた。いやもう聞き取れないですね。ヤホーがなんか早すぎてもう聞き取れない。なんだ？5G なんで早くなって。そういうんじゃねえよ。5G ってそういうんじゃないと思う多分。皆さんついてきてます。ヤホーが高速になるの、ね。13年やってますから。そうですね。5G で速くなってるんですけど。そういうことじゃない。ヤフーでしょ。はい、あのねずっちの妹ねずこが出てくる。関係ねえよ。ねずこはねずっち関係ねえんだよ。整わせろ。こういう状態だよ。うまいこと言わせろよ。なんで言わせてやれよそれは。うまいことは言わせてやっていいだろ別にな。主人公が西武から巨人に移籍した、うん、あの選手会の会長がね、それは炭治郎じゃなくて住谷銀次郎だろうがよ、はい、違う略して炭治郎じゃないんだあれ住谷を。水野のグローブで補給する話ですよね、うんうん、それ水の呼吸じゃなくて水野の補給だろうどんな必殺技なんだ意味わかんないでしょね。水野補給1の方もうファーストの方だよそれは。ファーストの方みたいに言うなの。2の方いやそうじゃないのセカンドの方とかないのよ。柱って出てきますよね。柱は出てくるよ、牧原斎藤桑田って3本柱なの先発3本柱はもう古いよもう。でもホームランっていう曲歌ってましたよね。ホムラだろうなホームランじゃないんだあれホムラって読むんだよ。ちょっと若い女の子あまりチンポ来なかったと思うんですけど、うん、ピンとこないだろ
なんつったのね、どさくさ紛れに。ちんぽこなかったと思う。ちんぽこないとか言っちゃダメなの、テレビで。やれ、今、ね、緊急事態宣言延長になったのか。延長になったのか。緊急事態、そういうことじゃないから。下ネタ言っちゃダメとかじゃないから、関係ない。ずっと言っちゃダメなの、それは。二重が好きです。え、二重大好きです。二重が好きで急に。いや、あの TF パークさん昔からすごい好きで。 JY パークな、うん、TF パークじゃないんですか。東京フレンドパークだろ、そんなもん。関わってないんだ、関口博さん。あのダンス好きなんですよね、これ。うん、うんち、うんちの周りを飛ぶんです。縄跳びダンスじゃなくてハエ跳びダンスだろ。縄とハエを読み間違えるな。でパッと見似てるけど、漢字。肛門見えても20代。肛門見えてもだって。肛門とか言うなっての、ね、夜8時までは大丈夫なんですか。そういうんじゃないのよ。お店をしまいましょうだから、ね、8時までに肛門しまいましょうじゃないの。あ、そうなん。肛門ではしまってなきゃいけないの、もともと。そんな我々の漫才、今からね、見ていただきたいと思います。始まってなかったのか、はい、いい感じですよ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。改めましてです。ヤクルトの村上宗隆ってすごいですよね。すごいですね、あの方。まだね、22歳なんですよ。若いんですよ。僕22歳の時ホームラン0本でしたからね。でしょうね。いや、あなたずっと0本でしょ、ね、すごいです、これはね。みんな打ってないから。すごいんですよ、ね、村上さん。だから子供の頃はやっぱ男ならね、うん、プロ野球選手に1回は憧れだと思うんですけど、ね、誰しもね、はい、一度は憧れたことあります、うん、ちょっと憧れたシチュエーションがありましてね、あのなかなか手術を決意できない病気の子、少年、入院している少年、あるやつ、うん、ホームラン打ったら手術しようよって約束する場面、はいはいはい、あんな花さんも憧れてたの。憧れてますね。いいじゃない、やってみたいんですよね。やってみます。ちょっと僕がプロ野球選手やるので、ね、少年の役やってもらって。ちょっとないですよ、珍しいけど、はい、こういうのね、やってみましょう。はい、一回吐けんの。あ、いや、本当は手術受けたくないんだよな。どうしようかな。でも憧れの花輪選手が少々間違え、なに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 、え、なに、え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 、はい、なになになに、どういうこと、どういうこと、え、なに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 、あ、着替えようと思って。着替えよう。あ、ユニフォーム。え、ユニフォーム持ってきてんの。持ってきてる。いや、いらない、いらない、いらない。野球選手になんなきゃ。プロ野球選手になんなきゃ。いや、いい、いらない、いらない。もうこの格好でやるから。この格好でやるの。うん。え、意味分かんなくないですか。分かる、分かる。野球選手やりたいなって言って始めれば、うん、もうそれも成立するから、うん、あ、だってコントってなんか着替えたり。コントなんだけど、うん、もう漫才なのよ、これは。おい、わかんない。あ、ごめん、ちょっとごめんなさい、用意しちゃったから、すいません。あと、履いて早く、うん、あ、うん、ずっとな、お客さんの前で。いや、なんかパンツだから途中で言われちゃったから、うん、ごめんなさい。確かにね、うちらあんまこういうのやったことないんだけど、コントに入る漫才っていうのさ、なんかメニューも、ごめんなさいね、ちょっとなんか今一応用意してたんですけど、すいません、うんうん、でもあの、はい、分かるから、着替えなきゃ。あ、ごめんなさい、すいません、うん、すいません。まあ、うん、村上はまだ22歳ですから、これから結婚もすると思うんですけどね。独身だからね。我々2人ともね、結婚してるんですけど、やっぱ緊張したのはね、娘さんは僕にくださいっていうね、相手両親に挨拶する時ですよね。まああれはね、たとえ村上さんでも緊張すると思いますよ。そうそう、ちょっと僕もう一回やってみたいな。挨拶する人、両親への挨拶ね、うん、ちょっと厳しめの、なんか娘のお父さんの役やってもらってもいいですか。わかりました、はい、はい、やってみましょう。だから、いや、今日は娘が彼氏を連れてくると言ってたな。しかし私は結婚に反対だぞ。少々お待ちください。ない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 。いや、違う違う、ない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 、え、何、今回はどうするつもりだったの。あ、なんか結婚用のあのスーツ。スーツ、え、あ、挨拶用のスーツに。スーツからスーツに着替えようとしてたの。まあ、ちょっと違うけど。いや、いらないって。ちゃんとした一緒だから。いや、このままの格好でここでやるの、漫才コントね。コントでしょ、だってコントなんだけど、うん、えどうやって M1 の審査員とかやってたの。見たことある。ああ、絶対見たことあるのよ。ボタンを押すだけで。押すだけ、うん、分かんない、それだから。ここに数字があるから。評価してたでしょ、その漫才コントやってる人たちのことを。分かんない、絶対見たことあって。来て来て来て、すいません、うん、あとなんかその下から脱ぐ珍しいタイプなのね。
毎回それはもういいけど、すいません ね、うん、なんかちゃんとお客さんの前だから、イメージ分かるかなと思って、いや分かるのよ、のこのままやれば分かるから、いちいち吐けなくていいからね、すいません、ごめんなさい、本当に、うん、話全然変わるんですけど ね、この前街歩いてたら財布が落っこってたんですよ、うん、その時にね、なんか自分の中にいる悪魔と天使がね、なんか現れちゃったんですよね、現れた、はい、うん、あ、ちょっと財布が落ちてる、これちょっと拾ってもらっていいですか、うん、拾うけど、はい、この場でね、はい、はい、あ、こんなとこに財布が落ちてる、リリリリリリ、何やってる、え、生着替え、お客さんの前で交番に届けた方がいいよ、しかも天使かよな、でパンツ一丁の天使なんだお前、悪魔か、いや悪魔でもないんだけど、こっち、あ、悪魔か、こっち、この捕まるからこんな人ね、何がですか、いやだから脱がなくていいの、分かんないね、なんで分かんねえんだよ、難しいな、できないの、漫才コント一気に言われても分かんないんだよそんな、分かるだろうな、あのちょっと話変わりますけど、そのまま行くの、もういいよ、もう時間かかるから、最近ね、うん、サウナにハマってんですよ、あ、サウナね、好きよ、サウナ好きでしょ、いいじゃない、僕はあんまりサウナ行ったことないんですよ、あ、そうなんだ、だからちょっと教えてもらいたいんでね、あ、サウナ、サウナの初心者やるので、うん、ちょ、常連のお客さんやってもらってもいいですか、あ、わかりました、はい、じゃあここサウナ室ね、サウナ室、はい、わかりました、サウナ緊張するな、ここはサウナか、よし、ダメ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 、いいわけねえだろお前、え、何行こうとしてんのその先、こんな格好でサウナ入るの、いや、いないけど、世の中いないけど、どういうことですか、なんでとりあえず下を全部脱ごうとするの、いやだからちょっと分かんない言ってること、漫才コントもそのままの格好で伝わるから、ここで裸になっちゃいけないの、いけないに決まってんだ、お客さんが見てんだから、東洋館はそうやってお金もらってきたとこだろうが、ストリップ劇場の時代だよそれは、何を学んだんだ浅草キッドで、お前は関係ねえだろ、門脇麦から、門脇麦から学ばねえよ、ストリップ役やってたけどもお前ら、今やってんの本当に、いいから吐いても早く、あのね、いろいろ言いましたよ、情けない格好で、なんか野球選手やりたいとか、いろんなこと言いましたけど、こういう漫才コントとか、俺やっぱり一番やりたいの漫才なんですよ、あ、そうなの、漫才やりたくて子供の頃から漫才師になってるわけですから、いいね、うん、ボケの役やるんで、うん、ツッコミの役やってもらっていいですか、ずっとやってたわ、いい感じでした、お前でした、いや、ダメだもん、いや、どうしたどうした、え、いや、これからやるネタがめっちゃ面白いですよ、うん、いやいや、そうでしょうね、俺最強の、最強に面白い、いやいやいや、いや、初めてですよ、言っちゃダメよ、今までね、何本も書きましたけど、え、こんな面白い漫才できたの初めて、自分でもびっくりしますよ、ダメダメ、そんな言っちゃえ、何それすっきょうしすあのね、自分で笑っちゃってるけど、漫才パターンっていっぱいあると思うんです、パターン、僕らではね、この言い間違いこけずっと続けていくことによって、こう第三者がね、どんだけボケてんだよっていう第三者に突っ込ませるって、まあ手法なんですね、そんな説明すんの、ね、ですから、まあ、そんな説明しちゃうの、まあ、踊りで言えばね、春日がちょっとずれる、ね、軸があるわけです、ずれるっていうね、だから大きなこのハードっていうんですか、いいのよ、大きなハード形を作るとね、あと中身のソフトを変えるだけでね、そんなコンピューターに例えなくていいの、楽ですから、そのファミコンみたいな例えいらないの、漫才っていろんなパターンも出尽くしてるパターンあるんですけど、これからやる漫才はね、そんな超越してます、ダメだ、いや本当にこれもうハードとかそんな言ってる自分がバカみたいです、めちゃくちゃ面白い、いやハードル上げたってね、もう関係ない、どれだけ上げたっても最強のネタができたんだ、じゃあやれよもういいからやれよ、そしたらよ、本当に面白いよこれ、いやいやいや、あのね、そんないらないから、あの要するに時事ネタとかさ、要するに爆笑問題さん、浅草キッドさんみたいに ね、先輩名前とか出すんじゃねえよ、時事ネタ毒舌っていう芸人はやっぱその時事ネタっていうのはもう誰でもできるわけです、ただ切り口がその人
人の個性が出るわけですよ。だから長年やってないとなかなかできないわけですね。 NSC の授業みたいになってるよ、ね、この人人間性が出ないと時事ネタ難しい。だからみんな時事ネタできないなっていうことで漫才コントをやるわけですよ。で漫才コントっていうのは破壊力がすごくあるんだけど時間が長くできないわけですね。だから寄席芸人は15分漫才やなきゃいけないですよ。だからそうやっぱ必然的にね漫才コントっていうのはちょっとやらなくなっちゃうわけですよ。そこで我々考えたのが2007年言い間違いのねこの小ボケを連続していくスタイル。やめろ。これは第三者がこれ最終的にどれだけボケるには突っ込ませるっていうねこのそういう手法を使ってできたんですよ。このヤホー漫才っていうのが。それこそ取材受けてるみたいになってんじゃねえかよ。ただ今からやる漫才はそれがそれ以来というかもうそれをはるかに超越した最強の漫才。早くやれよ。やりたい。早くやれもいいから。早くやりたい。最強の漫才早くやりたい。RG さんみたいになってんじゃねえかよ。あの落語もねそうなんですよ。もういいよ落語の話とかはもう要するに古典と新作しかないわけですよ。知ってるよ。だから古典落語昔は新作だったんじゃないかって桂米丸師匠言ってましたよこの前。そうじゃないですか。だってうるせえな。もうだからやっぱ古典もね今古典落語そのままやる師匠もいるんですけどやっぱり有弱師匠っていう師匠はねすごいのが古典落語ね順番をねちょっと変えるんですね。前後の話をちょっとそれだけによって、ね、あれこれ新作なんじゃないかと思わせる手法があったりするんですよ。でやっぱり僕らもねやっぱ新しいことやらなきゃいけないってことで2007年にこの言い間違いのさっき聞いたよスタイルができたんですけどいいよそれは。いやもうこれ最強早くやれよ。何やってんだよこれ今まで。いやマジでめちゃくちゃ面白いですよこれ本当に。だめだろ。こんだけのハードル上げて大きく振って結局やらないってオチだろ、はい、あーそういうのじゃ寒いやいやうわ違うのないんじゃないの。これだけやって最終的に何もないですよっていうそういうパターンでしょ。それもあるんだよ漫才のパターンの中に。そんなのそういう振りじゃないの。みんなやってんだよそんなの。そんなんじゃねえよ最強の。え、やりますか。じゃあ唯一の逃げ道がなくなっちゃうぞ。やりますか。知らねえぞ、はい、何やってもダメだぞもう。じゃあ 目を外しました。病院行け。時間でしょ。でございます。よろしくお願いいたします。我々も今年でねコンビ組んで15年経ちますけどね、そんなんですよ。本当に僕今悩みがありましてね。何。あの土屋くんがね突っ込んでくれないんですよ最近。いやめちゃくちゃ突っ込んでんでしょ。いや突っ込んであの、ね、舞台の上ではね突っ込んでくれてますけど、はい、そのプライベートでは全然突っ込んでくれないじゃないですか。いやプライベートでも突っ込んでる方ですよ。いやうちは突っ込んでないって。昔はもっと結構突っ込んでくれてたよ。いやそれは変わんないでしょ別にね。いやほんとあのね2009年ぐらいからなんかだんだん突っ込まなくなってきて、うんまあ、ちょうどお互い結婚した時だから、うんまあ、そういうな関係まずいのかなみたいないや関係ないそれな関係まずいとかじゃないですよ別に。突っ込みはみたいな突っ込むはみたいなあのあんのかもしれないけど、いや本当にちょっとね ご無沙汰というか突っ込まれたいんだよね。たまには突っ込んで。突っ込んでる方だって。突っ込んでよもっとガンガン。まだ突っ込まなきゃいけないの。いやまあ突っ込みたいからもっといじってほしいっていうか。いじるとこないもん別に。いやいじってほしいんですよ本当に。いじられんの嫌でしょそんで。いや俺いじられんの嫌じゃない好きなのいじられんの。それは知らなかった。結構だから強めにいじってほしい。いじくり回されたいっていうか。なんかいじってもらいたい。まあいじるけど最終的にはこう突っ込まれたいっていう。何そんなもっと会話をしゃべろうってこと。しゃべるっていうのはしゃべる、まあ、そのしゃべる流れの中でしゃべるのはいいんだけど。しゃべるね、しゃべる、うん、最終的にはこうしゃべられていじられてあの突っ込まれたいんだよ。やっぱ突っ込まれたいんだよな昔は両国亭っていうねネタ見せだったそこで、そこの裏に公園があるんですよ。で公園でだってもうガンガン突っ込んでたから練習多い時はね練習でね1日5回突っ込んでたよ、うん、いや少ねえだろ1日5回は少ねえだろ。少なくねえだろ。5回は多いだろ。いやいやもっと突っ込んでる。だからその時まだ若かったっていうのもあるけどね
でもね、あと松坂屋の向かいにね、屋上があるんだよな、そこの、まあ、そこでも練習しましたけどね、そこでさ、うん、突っ込んでたじゃん、突っ込んだよ、いやちょっと練習俺本番のつもりだったんだけど本番のつもりで練習をしてたけど、いつ人が来るか分かんないからドキドキしたよガンガン突っ込んでたんだから、いや正直ね、その後のネタ見せの時ちょっと痛かったよ、ね、ちょっと座ってんのも大変だったぐらい、痛かったのはここでしょ、本当にね、なんかね、あれだよね、ソフトになっちゃったんだよね、いやそれはまあ、いろんな、うん、だんだんね、だんだんね、そうなんかどつきとかやってたけども、誰かおっしゃってんだよ、変な先輩に技術さで、技術ばっかりだからもうテクニックばっかり覚えちゃってさ、ソフトなツッコミにかかってきちゃってんのね、俺はもうそういうのやめてほしい、ガンガン突っ込んでほしいの、もっともうガンガン突っ込んでほしい、いやいや突っ込みますから大丈夫ですか、突っ込んでないでしょうが、何なんだ、舐めてんのかお前、舐めてないですよ、舐めてほしいんだよ舐めてほしいんだよな舐めてほしい、お前奥さんばっかり舐めてんのか、舐めてないよ、奥さんばっかり舐めてますよ、俺は舐めろ舐めて突っ込めよこの野郎、あなた、え、もう変な風に聞こえてるよ、いや、なんみんな勘違いしてますよ、するだろこんなの、いやいや、セックスのことですよ、いやセックスだ、勘違いしますよ、セックスの話だったんかいな、さっきからいやいや、花さん花さん、はい、いや俺ね、もう心配なの最近、はい、下ネタ多いのよこんなも当たり前になっておかしいからね、分かんないですね、あ、そうそう、ダメよ本当に、いやでもね、面白いからさ、いや面白いからじゃないんだよ、面白いじゃんね、面白きゃいいって問題じゃないの、我々ラジオ始まってこれ毎週生放送ですよ、うるせえなお前またチンポライアンス気にしてんだろ、コンプライアンスだよそれ、チンポライアンス気にしてんじゃねえよ、それでもう一発でアウトだからね、うるせえな、大丈夫そんな出ない生放送で、病気なんだから、病気って言うな、病気なんだ俺、マジ病気なの、ないよそんな病気は、ちゃんと聞いて、病気なのちゃんと一回聞いて、病気なんだよなんでちゃんと聞いて、病気なの、病気なの、分かった分かった、だからしょうがない、病気なの、病気なんで、その正面で言うの、ちゃんと聞いて、病気なんだから、聞いてるから、しょうがないんだよ、聞いてるから、病気だとしても治して、ソユーズが今年は、ね、宇宙に行きまして、油井亀美也さんっていう日本人の宇宙飛行士がね乗ってましたけど、油井亀美也さんがインタビューですごいいいこと言ってましたよ、子供の頃からもうどっかね遠くに行きたい、そういうね外の世界に旅立ちたいっていう欲望が抑えきれなかったっていう、もう同じだよ、一緒じゃねえよ何と一緒にしてんだよ歴史的名言と一緒にしてんじゃねえよ今年Jリーガーがね、元Jリーガーが強姦で捕まったじゃないですか、何件かやっちゃって強姦で、そいつが取り調べの時に欲望を抑えきれなかったって言ったんですよ、うん、一緒です、ダメだよそれ捕まったやつと一緒じゃダメなんだよ、何なんさ、病気なんですよ、病気なんですよ、分かったから、俺だってこの治して治したい、治したい、向き合ってんだよ、俺だってこの病気と向き合ってんだよ、本当にここも向き合ってますけどね、治ってねえだろ、キャーとか言われちゃったこういうことになるから言ってんの、本当にやめられないんだよ、やめられないっすよ、なんであれを聞いてやめられないんだよ、どういう精神状態なんですか、ほんとダメだって、ただ俺もね、ちょっとこのまま下ネタばっかり言っちゃうと本当にまずいって思ってるんですよ、思ってんのそれちゃんと、だからちょっと生放送で言っちゃいけないこととか言っちゃいそうだから、そうだよ、だからそれを心配してんの、いろいろね相談してんのね、誰に、松本明子さんに、なんでだよなんでアッコさんにしよ松本明子さん、アッコさんは病気じゃないから、ね、松本明子言わされただけだからね、あれは相談したの、ああそしたらいい本があるよっつって、ああ教えてもらったの、この本、アッコさんにこれね、本官能小説用語表現辞典って言いますね昔は官能小説が今よりもっと厳しかったから、ああ直接的な表現ができなかった、放送禁止ラインがね、それをこうちょっと違う表現にしてこうやってたんですよ、ああ、うん、例えば男性器なんか言えないじゃないですか、じゃあダメだよ、そんな男性器はきりたんぽとかこのきりたんぽって言ってたの、毛の生えた拳銃とか、そんな言い方してたの、象の赤ちゃんの鼻とか書いたのこれ、言わなきゃいい話なんだけど、あとね女性器絶対言えないでしょ、もっとダメだよ、ちょっと言ってみて今女性器、いやだからそう言えないそれで松本明子さんはダメになっちゃったのやっちゃったの、鶴子師匠に言えって言われて言っちゃったの、女性器は、うん、女のシークレットゾーンとか、あと、まあね、桃色のアワビとか、あと小宇宙とかってね、
を書いてる。深すぎるでしょうね。だからこの本があるから大丈夫。大丈夫っていうか、そもそも言わなきゃいいだけの話なの。病気なんですよ。病気なんですよ。この本の内容を僕全部頭の中にもう入れたから、あ、そう、生放送でもし危なくなってもなんとか乗り切れる自信はあります。本当に大丈夫です。大丈夫。じゃあちょっと一回練習してみる。練習してみましょう、おはようございます。おはようございます。今日も始まりました、ナイツの土屋です。ナイツの花輪です。生放送頑張っていきましょう、今日もね、朝9時からね、4時間頑張っていかなきゃいけないんですよ ね。 そうですね。我々もこのね、黒いね、ゴツゴツしたね、こう塊に向かってね、この反り返った、この肉棒のようなこの黒い塊に向かってね、マイクでいいだろ。マイクをわざわざやらしく言う必要ないから。ゴツゴツ反り返る。ゴツゴツじゃない。黒光りしたこの黒いも、マイクに向かって喋りますってどんなトークだそれ。もうまた我々もね、本当に大事な、ね、枠をいただきましてね。そうですよ。で、我々の前にやったあの人がね、すごい人なんですね。うん、桃色のアワビのような、うっそうとした密林のような頭をされた。A 先生よ、そんな言い方すんな。A さん、俺はめちゃくちゃ怒られるぞ、そんなこと。女のシークレットゾーン。女のシークレットゾーンじゃねえよ。シグニの頭を。無理やりやらしくするな、お前。黒光りする、突起物のようなものを下先でペッ。朝ダメだよ。朝ダメをやらしく言うな。されてた。本当に。目の前には、あの穴から溢れ出る水。溢れ出る水。出水穴だよ。溢れ出る水の穴が。最悪だ、お前。捕まるぞ、そんなこと言ってんの、本当に。訴えられたら終わるぞ。954Hz。954Hz。それはいいだろ、別に。なぜそれで興奮してんだよ。あちんこ。本当に救急車呼びますよ。終わるからね。もうこれで終わるよ。もう本当にせっかくの枠だけども終わる。もう生放送は無理だ、これはね。無理だ。朝無理だな。もう終わる。ちょっと月曜の18時に移りたいと思う。そこに A さんが移ったんだよ。私がですね、花輪と申します。よろしくお願いいたします。記念すべき、はい、第1回独演会の相方は土屋くんです。頑張ってね、毎回呼ばれるように頑張っていきたいと思います。お願いいたします。僕らの2人ともですね、1978年生まれなんですね。そうですね、まあ、ですから今年で32歳の年になるんですけど、ね、37歳まであと5年になってでしょうね。だからなんだって話ですけども、ですか、1978年ですから、大正だと66年。なんで大正で言うんですか。昭和の年ですよね。昭和で言った方がいい。昭和53年に生まれたんですね、昭和53年生まれ。昭和53年と言われてもね、ハライチよく分かんない方、いまいちね。ハライチご存知かどうかはそれぞれあるでしょうね。まあ、大体皆さんご存知だと思います。渡辺エンターテインメント、それハライチの話ね。それはハライチが分からない人に対する説明でしょ、いまいち分からない人に対して昭和53年の話を。昭和53年というのはどういう年だったかいろいろ調べたんですよ。そうです。キャンディーズが解散した年なんですね。すごいですね、ちゃんと調べてありますね。多分キャンディーズって言われてもね、ハライチの2人はよく分からない。何の話か思いますけども、ハライチの2人がいたらね、分かんないかもしれないです。3人組のアイドルだったんですよね、キャンディーズね。そうそう、ランちゃんと山ちゃんとしずちゃん、後半違う、3人組だった。後半キャンディーズ違いですけどね、南海の方のね、ランちゃんが後に水谷豊さんとね、結婚したんですよね、あの俳優さんとね。そうですよ、だから2つの意味でデカ貴族になったっていうね、そこ相棒じゃなきゃ意味ないんだよ。ドラマ間違えちゃうとね、全然意味わかんない。4月4日に解散コンサートを行ったらしいんですよ。あ、そこまでちゃんと調べたんですね。僕が昭和53年の3月27日に生まれましたんで、なんとなく覚えてます。すげえな、生後1週間でなんとなく覚えてる。最後ね、失楽園球場、後楽園球場、本当になんとなく覚えてたね。後
1978年といえばですね、うん、あの映画スターウォーズが公開された年でもあるんですよ。すごいですね、スターウォーズと同い年。あのジョージ・ルーカス監督ってやっぱ天才ですね。すごいですよね。あの後に撮ったイソディ・ジョーソズっていうですね、インディ・ジョーソズ見ましたけど、ね、あのうんらそってなっちゃってるけどね、インディ・ジョーンズね、すごいです。ハソウッド史上最高ハリウッドかな、うん、ね、あリモンもそうになっちゃうね、うん、やっぱり主役のハソソソフォードっていうのを出してますよね。前半ほとんどそってのやりたかっただけだろうと思った。ただね、やっぱりスターウォーズ未だにね、うん、全世界からファンがいましてね、すごいですよね。僕らが所属している漫才協会の師匠でもね、うん、スターウォーズが未だに好きだって人結構いっぱいいますね。漫才協会の師匠とかの年代でもいっぱいいますよ。いますかね。この前もある師匠をねちょっと追いかけたら、うん、なんか工事現場がなんかで、うん、あのライトセーバー持ってこうやって遊んでバイトしてんだ。そう、絶対見ちゃいけないとこだよ。現場のバイトしてんだ、漫才協会の師匠のコスプレじゃねえよそれ。あのダースレーダーが好きな師匠がいましてね。ああ、そうなんか楽屋から呼吸止めて肺を患っちゃってる師匠ね。たまにいるけど、 C3PO と R2D2 のモデルが明日純子博士師匠。ちょっとシルエットが似てるだけだもん。違うんですか。何言ってんの。あと1978年ってね、うん、他にもいろいろありましたよ。いろいろ調べましたね。24時間テレビね、この前行われた、おーおーおー、あの愛は地球を救う、あれが始まったのも1978年なんですよ。あ、すごいです ね、それもあの時から始まって、あの番組はもうすごい昔からね、あの、うん、福祉に力を入れてましてね。そうですね、愛は地球を救うっつってね、落合博満信子とね同じぐらい。そっちの福祉じゃないけど、そっちの福祉じゃない、そっちは福祉に力入れてるっていうか、ただの子育てだよね。力入れてるところじゃない。これちょっと余談なんですけど、うん、あの1978年といえばね、うん、あのお笑いコンビのね、うん、ドキドキキャンプが生まれた年なんですよ。そうなんですよ、本当に余談だろうって思いました。いや、まあ、同い年のだっているでしょ。だってまさかね、そのドキドキキャンプが、うん、もう将来ね、自分と同い年に生まれた24時間テレビのモノマネでね、うん、あのブレイクするっていう。そこ24って違うんですよ。あれジャック・バウアーの24でしょ。海外ドラマのあれ24時間テレビの徳光さんのまねじゃないか。他に1978年という年がやっぱいろいろ。もう78年よくない。もうでも自分の年の話はもういいです、まあ、そんな年に分かれました、生まれた僕らなんですけどね、うん、まあ、子供の頃からね、もうなんですか、どっちかっていうと打ち気でしたね。あ、そうですか、うん、じゃあもうこんなね人前で話するようなタイプじゃなかった。僕なんかね、うん、全然自分に自信がなかったんですよ。あ、そう見えないですけどね。マイナス思考っていうんですか、ね、マイナス思考、あの引き算しかできない。あ、ちょっと意味違う。そっちの方が問題だと思うけど、うん、マイナス思考。やっぱり何かあるとね、うん、すぐ人とくらむちゃう、うん、くらむちゃう子供。くらむちゃうだ、くらめちゃうでしょ、くらむちゃうだみたいな。ちょっと見てみよう。年取る時にね、やっぱりこう思ったんですよね、うん、やっぱり人それぞれ個性が違うわけですからね。あ、まあそれはそうですよね。そこを伸ばしていけばいいんだ、うん、人と比べる必要なんかないんだって気づいたんですよ。他人は関係ないとね。僕が好きな歌でね、スマップの世界に一つだけの花って歌あるじゃないですか。あれなんかね、そういう歌ですもんね、まさに。歌詞の中にもこうあるんですよ、うん、花屋の店先に並んだってありますけど、ね、いやそこピックアップされてそこだけピックアップされても全然わかんないけど、うん、そういうオンリーワンとかいいやつあんだけど、そういうこと、そういうことか。まあそれで納得したんだったらいいけど、花屋の店先にそれいいんだけど、うん、花屋の店先にいつもね、そういうことなんですよ。そういう子供でしたから、うん、どっちかっていうとね、うん、外に出るよりも家でテレビばっかり見てるような子供でしたね。あ、まあ、僕もそうですね、まあ、いわゆるテレビっ子ってやつですよね、まあ、あの僕はドラマがすごく昔から好きなんですよ。あ、ドラマ見てた。僕が一番好きだったドラマがね、うん、北の国からっていう、うん、ちょっとイントネーションかけてね、北の国ってお相撲さんが出てくるみたいな、北の国からね、田中邦衛さんがね、めちゃくちゃ味わいのある演技をするんですよね。あの人じゃなきゃねいけないですよ、やっぱあのドラマは。やるんだ、まあね、まあ、特徴的な、ね、演技なんでこうやって真似するんですけどね。おい、ゴロじゃあお前誰だよ。お前がゴロさんなんだよ。父さん、父さん、純か蛍呼べよ。僕が一番泣いたシーンがね、一万円札がついた泥をね、逆だけどね、泥メインで送らないよ。たまたま一万円ついちゃったわけじゃない。熊田正史さんの主題歌、さだまさしだ。歌わねえわ、そんないい歌を。これそうだね、いや、これはもう知ってますよ。あ、国民的なメロディーでね。いいですよね。あ、もう富良野のね大地がこう浮かんでくるようなね、ぴったりの歌ですよ。
詞忘れちゃった。歌詞ないよ、ずっと思い出そうとしてた。アーカンで合ってるから。宇宙の、いやそんな話じゃない。宇宙の話じゃねえよ。そんなテレビばっかり見てるような子供でしたから ね、 そうですね、あんまり勉強しなかったんですよね。あ、やっぱね、僕もそうです。本当にやっぱりそんな僕を心配してね、うん、お母さんがある日僕にね、うん、こう言ってくれたんですよ。おあんたね、テレビばっかり見てないでね、たまには勉強しなさい、うん、って言ってくれたんですね。普通だろそれ。いや今の流れだとさ、なんかちょっと変わったこと言われたのかなって。嬉しかったな。本当にあれ嬉しかった。いや本人はそんな嬉しかったんだったらよかったけど、あの言葉があったから今日まで生きてこれた。そんなに。いいですよね。どの家庭でも言ってると思うけども、そういう意味では本当に周りの人に支えられて今日までね生きてこれたんじゃないかなと思うんですよね。いやまあね、もちろんそうです。これからもね、やっぱいろんな人の感謝の思いを忘れずにね、うん、一生懸命頑張っていきたいと思いますんでね。そうですね。ナイス応援よろしくお願いいたします。お願いします。僕ら漫才を早速見ていただきます。いや始まってなかった。いい加減にしなさい。どうもありがとうございました。人の、ね、名前が覚えられないんですよね。あ、まあ、そういうのはね、年々増えてきたかもしれませんね、アイドルグループの名前が覚えられないんですよ。あ、でいっぱいあるからね今。多すぎてアイドルグループ数字がつくアイドルグループがいっぱいいるじゃないですか。あっち系ね、まあ、AKB48 とか。それは分かります。乃木坂46とかね、結構そこら辺になるともう危ういんですよね。あ、そうなんだ。だから今言ってるね最中にも忘れちゃったんですけど、すごい好きなアイドルグループいまして、数字がつくやつでね。好きなアイドルいるのにその名前が出てこない。どんなの言ってみ。作品名がね、作品名、あの、うん、タンポポ、あ曲名、うん、タンポポ、あと、うん、お葬式っていう、お葬式作品を作ったあのアイドルグループ で、うん、あとスーパーの女とか、あのマルサの女っていうのを作ったあのアイドルグループいるじゃないですか。アイドルじゃなくない。なんだ、あ思い出した、伊丹13、十三ね。あの13って書くけど伊丹13、十三さん、いや映画監督よあれは。映画監督、アイドルじゃないから。え、伊丹市を拠点としている13人組。違う、アイドルグループ、ピンポイントのご当地アイドルじゃないから。あ違うの、13人もいないし1人よ映画監督。そうなんですか、うん、センター宮本信子ですよね。奥さんね、それ奥さん。センターとかないから、その、ま、主演女優はしてたけど主に。宮谷って奥さんなの、うん、マユユみたいに言うな。な宮本信子さん宮谷と呼ぶな。あとね、あまた忘れちゃったな、あの海外に進出しているアイドルグループ。海外、それもね数字がジャカルタの JKT48 とか。違いますね、そうじゃないですね。上海にもいるよね SNH。 もっとなんか大所帯のさアイドルグループいるじゃないですか。48グループよりも大所帯。ね、曲名は分かるんですよ、うん、あなたにっていう曲名とか、 あと小さな恋の歌っていうね、なんか曲なんか歌ってるアイドルグループいるじゃないですか。なんだっけあれ、それアイドル。思い出した、うん、モンゴル800、800だよな。モンパチでしょうね。モンパチ、いやそれもバンドだから。バンドアイドルじゃない。なんだ、もうエンド、モンゴルを拠点としている800人組のアイドル。多すぎんだろうな。じゃない、800人組違うのは。ファン追いかけられないでしょ、そんな800人もいたら。センター朝青龍じゃないの。どんなユニットだよな。朝青龍センターもアイドルじゃねえだろそれは。違うの。なあ、なんか去年ハルルが後輩殴って、春馬富士でしょ卒業しちゃったけど。パルルみたいな言い方すんな、春馬富士。ああいう形で卒業とは思わない。いやそれはショックでしょ、それはファンはショックでしょ、あんな形で卒業したら。違うんですか、モンゴル800バンドだから。あれはあとさ、料理がすごく上手なアイドルグループ。もうどうせアイドルじゃねえんだろ。なんだよそれ、言ってごらんよ。キャッチコピーがね、和の鉄人と言われている料理が得意な一人しかいないだろ和の鉄人は。結構大所帯のアイドルグループ何でしたっけあれ。確かにあれ数字だな。なんだっけな、でどうすんのあれ。だって思い出しました、道場636。めんどくさ、それも英語にしなきゃいけないの。最後のローサブロー、サブローのローも6なの。道場636。よく言えるねそれね。636人組のアイドルグループ。一息でよく言えたなそれな。センター出汁の出汁ね、出汁が命と言ってるけど道場さん。36人組です、ね、道場六三郎でしょ。あと
もうクイズみたいになってるけど、当てたいね、そろそろ、将棋がものすごく強いアイドルグループです。バラエティ番組にも最近引っ張りどこだったこのアイドルグループ何でいけそうだよこれ何でしたっけねあれ何だったっけあ分かったえ、加藤123正解よし嬉しい当てるとなんか嬉しいこれ123ね、ひぐみね、ひぐみ123人組の、多いけどな、またそれもな、123人は、センターの歯がどんどん抜けちゃっていや前歯がないだけだからね、センターの歯がメンバーが卒業したみたいな言い方するけども初期のメンバーが残ってない、初期のメンバー、ね、どの辺の初期から抜けたか知らないけどあれはね抜けちゃってさ、前歯ないけども、じゃあ次の問題です、ちょうだいちょうだい次のクイズ、はい、問題つっちゃってるけども、演歌がものすごく得意なアイドルグループでして、紅白歌合戦にもなんか最多出場している、ほんなもう簡単だよ、簡単ですか、北島36、正解、イージー、北島36、イージーもそこまで行ったら余裕だよ、そんなもんな、センター山本ジョージだろ、センター北さんブラックだよ、あそうなんだそれは分かんないけど、その辺の加減は知らないけど、それは、遊びじゃねえんだよ、いや何をこれ何をそんなキレられてんの俺は、調子乗ってんじゃねえよいやごめんなさいね、当てたからいいでしょうね、あとね、なんかすごいなんかみんな問題ばっかり起こす OG が、OG が問題ばっかり起こすやつ、なんでしたっけ、あ、思い出しました、モーニング娘。18だいや普通にアイドルに戻った、いい加減にしろ、どうもありがとうございました。僕はその点ちゃんとね夫婦円満で、あそうなんだ、肛門見えてもちゃんとね肛門見えてもだろやってるんですよ、はい、なんで肛門が見えてんだよお前、ダメなんですか、当たり前だろ何言ってんだよ、でも緊急事態宣言終わりましたよね、関係ねえよ、どういうことですか、緊急事態と肛門関係ねえだろうがよ、何言ってんの、夜8時までに閉まんなきゃいけない、お店だそれ飲食店だよ、閉まって8時までにみんな肛門ずっと閉まってんだよ、こっからの飛沫を防ぐ、何を言ってんだ、どういうことですか、どういうことですか、こっちが聞きてよ、全員がお前に聞きてんだ、こどういうことですか、 GoTo ですか、 GoTo じゃん、どういうことだって、こっちが聞いてんだ、だから奥州市と言われても皆さん分からない、奥州市ってとこなんだ、ね、旧水沢市です、うん、もっと分かんないけど、はい、旧で言われてもね、うん、えもしもし、はい、嘘でしょうね、漫才協会です、はい、いや何やってんの、あはい、お世話になってます、ありがとうございます、いや漫才中ですよ、はい、はあ、ありがとうございます、またお願いします、すいません、おい失礼します、はい、いや何やってんの、あ漫才協会がね日曜日休みなんですよ、うん、それで協会にかかってきた電話が全部僕に転送される、そんなシステムになっちゃうの、 TikTok 知ってる、知ってる、 TikTok 知らないでしょ、え今若い子たちの動きってめっちゃ速くなってるから、ね、あれはアプリで倍速にしてんだよ、はいね、今ねそうあれがそのナチュラル その10代の人の動きだと思ってたの、今の10代の子めっちゃ動き速くなってるんですよ、おかしいだろ、その同じ2000年以降に生まれた子がめっちゃ動き速くなってるそんな急な進化しないだろ、まあ、だけど人の動きって、どうもナイツです、お願いします、最近土屋くんの影の薄さに拍車がかかってきましてね、そんな話するんですか、僕は肛門見えても、肛門見えてもだろう。どうもナイツです、あれおかしい、なんだこの違和感、何度も同じ場面を繰り返している気がする、ファミリーファミリーイズビューティフォー、インビテーションナンバー16ナイツ、漫才界をリードする若き牽引者、新スタイルへThe Manzai。 ナイツです。よろしくお願いします。カラオケ行ったら最近歌うの星野源とかね歌うんですよ。ね、もう大人気ですから。胸の中に、いつか見えなく、補定になってんじゃねえか。途中から補填になっちゃってるでしょうね、あと世界の終わりなんかもすごい好きなんですね、世界の終わりもね大人気ですドラゴン、補填さんになってるって、なんで途中から補填さんになっちゃうのね、関係ないでしょ、ちょっといいですかね、え何そのツッコミにもう飽きちゃったんですよね、えー、
やいや、こんな申し訳、今言うの申し訳ないんだけど、こんなところでそんなこと言う、すいません、ツッコミに飽きた、あの年に一度のザ漫才だからさ、いやそうよ、ちょっと新しいスタイルやんない、なんか新しいスタイル、うん、なんかもうちょっと強めに突っ込んでもらっていい、あ、強めのツッコミがいいの、補填、うん、かみたいな、補填かよみたいなさ、短く強くってやつな、そうそうそう、いい、あ、うん、いや、できるかな、よく分かんないけど、 AKB もすごい歌うんですよね、あ、 AKB ね、俺恋するバンチャンカンチャン、補填か、あ、いい、これがいい、そう、これがいいんだ、あ、そうなんだ、よかったね、なんか叩いてもらってもいい、せっかくだった、あと頭叩く感じで、どつき漫才、固定かみたいな、だからリズム出やすいと思う、慣れてないからな、できるかな、モーニング娘。も好きなんですよ、モームス、恋のタン、アンセンサン、アンタン、固定か、日本の未来は、アンアンアン、固定か、あのモーニング娘。ってみんなママになったじゃないですか、まあそうですよ、だからベイビーいっぱい連れてくるんですって、お子さんを、ね、でこっちにもベイビーがいて、こっちにもベイビーがいて、ベイビー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 、やっと自分の歌に戻ったの、ミキティー、固定かって、いや、あなたがミキティ呼んだらそれもう今井ミキになっちゃうでしょ、意味変わってくるから、裁判長、うん、被告人を注意してください、うん、法廷か、違うでしょ話が、弟子のお前が立派になるったな、いや指定か、ちょっとこの先はまだ何にも決まってない、未定か、でも漫才やったらね、そこそこ食っていけるんだ、安定か、要は満足じゃ、肯定か、ただ女性とそういう関係はまだ、童貞か、あのか皮をかぶってまして、いや法径か、一度でいいからおっぱい飲んでみたい、童貞か、どこで法廷に戻ってんだこれ、うん、いいいるよこれ、え、誰かっぽくなってるよ、いやもうこのスタイルもう誰かっぽくなってるでしょ、いるんですか、いや違う人の漫才っぽくなっちゃダメだよ、これは全然わかんないからさ、わかるだろお前、ここまでやったらなんでだよな、でもあの布袋さんってイギリスに住んでるらしいですね、 あそうなんだ、欧米化、その人たちだよ、ほんまに言ったらわかるだろうがよお前、だよお前な、いるんだ、いるよ、やってるよもう完全に、そっか、なんか新しいスタイルないかな、ザン漫才だからな、新しくないからこれだと、あの今さ叩かれてさ結構気持ちよかったのね、いや、叩いて気持ちいいっつうのも話変わってくるけども、思いっきりもっと叩いてもらってもいい、もう思いっきり叩いてもらっていい、もっと強く、その方がウケると思うんだよね、ただもしかしたらお客さん引いちゃうかもしれないから、そうでしょ、ちょっとなんか鉛みたいな感じで入れてもらって叩いてね、鉛言うとなんか優しく聞こえるじゃん、鉛言うと、鉛でず和らげるの、うん、あの布袋さんといえば昔コンプレックスってユニット組んでましたよね、あ懐かしいね、あの恋を止めないでって曲大好きなんですよ、名曲ですけど、ね、スタンアンアンカンアンカンアンカ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 ン、布袋が強すぎんな、いい、いるよ、いるの、めちゃくちゃぽくなってるよこれもお前、やられてんの、やられてるやられてるはもう被害者側の言い方だから、だいぶ前にやってるもん、今すごい落雷のような感じでよかったんだけど、やられてんだ、そういう感じのコンビ名でいるだろうがよ、もうそう、ザン漫才だから新しいスタイルやんないとな、新しくないの今のところ、全く思いつきました、逆ナイツっていうのはどうですか、逆ナイツ、普段僕がボケた後に土屋君が訂正するじゃないですか、はい、逆ですよ、土屋君がねこう普通のこと言った後に俺が間違えるみたいな、うん、なんかちょっと新しいっぽい、新しくない、これちょっとやってみましょうよ、うん、やってみる、うんうん、どうもよろしくお願いします、いや僕ね、あのよくカラオケに行くんですけど、カラオケだよ、いやカラオケなんですよ、まあ、そこでねよく歌うのが、ラッドウィンプスって知ってます、誰だよ、黙っててもらっていいですか、まあ、そのねこれ有名なのが、君の名はっていう映画の、ね、君の名はだよ、君の名はだよ、君の名はだよ、志村けんみたいになってんじゃねえかよお前な、そのねこれタイトルがあれですよ、全然前世っていう、前前前よだよ、読まねえよお前、小島よしおみたいになってんじゃねえかよお前な、いるよ、いやもう胸張ってんだよ、なんで胸張ってんの、ってなっちゃってんだもん、ね、いるの、関係ないじゃんもうこの胸は、ね、いるの、やられてんの、やられてるって言い方すんのよ、やられてんの、やられてるってなんだよ、いやもうダメだよこれじゃ、なんでこれだけ言ってわかんねえんだよお前な、あまだこんなわかんねえやつはもう漫才やってらんねえよお前、お前本気でそう言ってんのか、本気で言ってたらずっとここまで漫才やってねえだろお前、もうダメだよ、アウトだ、ここまでやっちゃったらもう
いよいよスーツ着ちゃったよ。こういうね、あのいろんな漫才あんの昨日ヤホーで調べてきたんですけどね。結局自分のやつか、お前いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ミテーションナンバー2ナイス漫才。よろしくお願いいたします。子供が3人いましてですね。そうなんですね、花さんと5歳とね、5歳と3歳と1歳の子がいるんですね。可愛い盛りなんですよ、ね、あの5歳の子が幼稚園行くじゃないですか、はい、幼稚園で覚えた歌をね、うん、家帰ってきて歌ってくれるんで可愛いんですよ、ね、そんなのもね、いいじゃない。漏れた漏れた漏れた咲いたよ、ね、チューリップの鐘が。徳井さんの会社だろそれ。株式会社チューリップの歌歌うから。青色深刻が赤白黄色だから。深刻森の歌歌わないから幼稚園で。あのね、いきなりチューリップを見る会に入ってます、ね、桜を見る会みたいな。チューリップを見る会に入ってますよね。まあ、あの下の子がハマってんのは、はい、アンパンマンにハマってますね。アンパンマン ね、アンパンマン強いですよね。今年もアンパンマン、いろんなキャラクターが出ましたよ皆さん。そうです、毎週ね新しいキャラクター出てくる。玉ねぎマンの回見ました。玉ねぎマン、あれ面白かったですね。あ、角が出てきたの。そう、なんか自分の娘を勝手に大学に合格させちゃう話、ね、玉ねぎ男だそれ、はい、玉ねぎマン。アンパンマンのキャラクターじゃないから玉ねぎ男は、うん、あれ違うんです。韓国のチョ・グクさんだからね。法務大臣辞めたチョ・グクさん。あれノコギリマンの回見ました。ノコギリマン強そうだね、なんかね、うん、なんか踏切の遮断機ノコギリで切っちゃう、うん、そんなやつな。いや、今年あったけどね、そういう人も。あれもキャラクターじゃないから、アンパンマンの。カナブンくんっていましたよね。カナブンくんは可愛いね、なんか失踪してバンドのメンバーに迷惑かけた。カナブーンだろ、それ。カナブーンのベースの飯田さんだ、それは。アンパンマンじゃないの。アンパンマンじゃないんだ、それもな。リンゴちゃんっていましたよね。リンゴちゃん、あ、いそうだね。リンゴ村のお姫様で、自分が作ったリンゴをジャムおじさんにあげるんですよ。あ、それは本当に出てきたキャラクターだ。できなんかスターティンとか言うのかな、はい、ちょっと思っちゃって勝手に。あの青リンゴくんって言いましたよね。青リンゴか。じゃあそのリンゴちゃんの友達かな。なんかサングラスかけてマスクして高速道路で後ろから青り運転だ、それ。青り運転の人だよね。青リンゴくんじゃないんだあれは。青リンゴパーン殴ってたけど、めちゃくちゃ殴ってたけどね、うん、カレーパンマンって言いましたよね、うん、カレーパンマンはいるよずっと昔からいるよ。あのなんか羽がいじめされて激辛カレー食わされる、うん、神戸の教師だろそれお前。あれカレーパンマンの仕業じゃないから。あれはあと、ね、NHK をぶっ壊すくんっていうのもそのままじゃない。いや、くんつけても意味ないから、全然可愛くないから。でもやっぱりショックだったのが ね、あの人の逮捕かな。僕は一番今年あの人の逮捕とかそんな話していいの。ちょっと ピー入れますけどね。ピー入れてくださいよ。ピー L 滝さんが捕まったからね。全部言っちゃってるよ。絶対 P ですから。どこに P 入れてんだよ。これ絶対 P ですから。一つも意味ないんだよ。だってシラフの声やってたんですよ。オラフだよあれは。皆さんね、シラフの声やってたんです。別の意味出てくるでしょなんか。今2やってますけど、あの粉と紙の常用っていうね。全然違うから、ね。もう一個も合ってないのよ。なんつった？粉と紙の常用。どんな映画ね。どんなストーリーそれ、ね。少しも眠くないわ。やってんじゃねえかよ。めちゃくちゃやってんじゃねえかよ。全然シラフじゃねえじゃねえかよ。そのアナのお姉様がエリカ様って言うんですよ。エルサツ。入れてくんな新人を。あの NHK の入れてくんな。NHK のタイマーどうなるんですかね。タイが。ドラマやったら終わりだもん。ま、マトリが来るっていうドラマで、ね、全然違うよ。始まりますよ。キリンが来るだよ。もう全然違うだろ。そもそもフジテレビのね、あの1グラムの何かっていうドラマで1リットルの涙あの1グラムの何か見つかったか知んないけどもね、もういいでしょ。主題歌がね、コナーコナー判定しても多くない？その人だけなんか多くない？ちょっとね。いや別にうるせえなお前。やりたい放題じゃねえかお前。本当にそんな我々の漫才今から見ていただきたい。始まってなかったのこれ。どうもありがとうございました。浜崎さん演芸会を牽引するベストワン漫才師、あれが影響だと思うんですよ。ナイツベストワンネタとは、我々のネタスーパー漫才師というネタですね、はい、選んだ理由は時代についていきたいベストワンです。時代についていきたいという思いで作ったネタのベストワン。そうですよ、そういうことですね、はい、ネットフリックスの浅草キッドを見てこれ作ろうと思いましたね。1970年代の話よね。そうですね、演芸場でこう漫才やっててもダメだなっていう、はい、浅草を飛び出すたけしさんを見て、はい、こう時代の流れにやっぱこうついていくために、はい、そういうことです。今までのちょっとやっぱナイツっぽくないネタを作ろうと思ったそういうことですね、はい、時代についていきたいベストワンネタを披露。お願いします。
早いソサが遅いんだよ。ソサが遅い。早くしろよ、もうちょっと動きを。いや、早く早く早くなりますけどね。ケツ吹っ返っちゃって。何言ってんの？全く吹っ返っちゃって、ケツ吹っ返っちゃって。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 遅いな、お前は。遅いんだよ、動きがよ。遅いのね、ちょっと早すぎてさ、こいつ、麻痺してるんですよ。何麻痺？普段我々寄せで15分の漫才やってるじゃないですか。いや、そうよ。ね、だから麻痺してるんですよ。時間が15分の体になってるんですよ。別にいいじゃないのよ、それは。今、テレビの主戦場1分だからな。いや、そうかもしれないけど、こいつ分かってないんですよ。今日は1分ネタじゃない。だから若い子に人気じゃないんだよ。動きを早くしろよ、もうちょっと動きを早く。動きを早くするって言ってもさ、普段どういう努力してるんですか、漫才の努力は。あなたは、いや、そのなんか時事ネタとかやるからね、うん、そのなんかニュースを見てチェックしたりとか。全然分かってないわ、こいつは。もう動きを早くする努力をしろよ。また結局ふかっちゃって。早いんだけど、何言ってるか分かんないの。意味なくないそれね。何なのそれね。は、え、はあ、こいつ TikTok 知らないんだ。は、TikTok 知らないんだ。いや、 TikTok は知ってますけど。知らない。 TikTok 知ってる？いや、知ってるっつうんだから。今の10代の子って俺たちが思ってるより動き早くなってるからね。あれはアプリで倍速にしてるんだよ。まあ、あれ自力であの速度だと思ってたのかも。めちゃくちゃ速くなってるからね。違う、若い人がみんなあのスピードってわけじゃないの。2000年以降に生まれた子は動き速くなってる。置いてかれるよ。分かってないんだ。置いてかれるよ、本当に。動き速くしないと。いや、待って、待って。だとしたらその倍速のスピードにはまだなってないでしょ。おじさんがなんか一生懸命速くしてるだけで。全然分かってねえな、こいつは。さっきから何よ。はあ、何はあ、すごい音したけど。重たっ。なんかこんなつけてた。え、何、そうでしょ。すいません、ちょっと演芸場のスピードに来てたんで今日は。なんで演芸場のスピード重たっ。あー、軽いわ。あー、頭が下がる。早っ。早っ。見えない。早すぎて見えない。いや、何、早くしろよお前、動きを。いや、早くなったところでさ、あの若い人に人気の出るネタではないじゃん。ケツ服会長はね、うるせえな。何やってんのこれね。え、漫才ができなくなるってことですか。そうだよ、もうこれじゃ意味ないって全然。じゃあ2つの意味で、うん、漫才協会だけに支障が出るって言いたいんですか。うまいこと言った、急に。ね、ねず、あ、くそ。何やってんの。いや、ねずっちのですって言って、ねずっちのかよって言うんじゃないの。それねずっち、くそ。なんでそれは遅いんだよ。その動きは遅いんだよな。何やってんだよな。もっと早く動けない。はぁ、もっと早く動かないと笑い取れないから。な、そう、なんか着てる、なんかそのジャケットの下なんか着てるんじゃない、それね。何それ。あんまり見せたくなかったんですけどね、こういう努力してるとこ。努力してるところって。大リーグボール養成器物みたいなこと。どこで努力してんの。何を鍛えてんのこれ。 ねずっちのですを早くするやつだよ。ねずっちのですを早くするやつ。時代についていけないんだから。そんなのするな。いらないよこんなの。取っていいですか。じゃあ取っていいですか。いらない、そんな。当たり前でしょ、ね、そんなの。どこ鍛えてんだよ。まだあれだったら早かったな、こっち。鍛えてやるところじゃないから別に。あー、軽い。軽いベッドです。早っ。それはパロディだから、あんま早すぎると意味ないんだって。ガタガタうるせえな。ね、じゃあどっちがあのさ早く動けるか勝負な。何？袖に一回はけて、うん、こう袖をここまで走ってきて、うん、どっちがねずっちの早く動けるか勝負。なんだその勝負。なんだその勝負。いいよ、もうやってやるよそしたら。行くぞ。よーい、スタート。ねずっちのです。ちょっと俺の方が早いじゃない。ちょっと俺の方が早いじゃない。意味ないんだよこんなにやっても。買ったな。え、スーパー漫才師おぼり買ったな。そんな名前なの。お前買っただろ。じゃあダサい名前じゃんそれ。強制ギブス整いました。買っただろ。こいつ買ってますよ。強制ギブス整いました。アマゾンで強制ギブス。買わないよこんなのは。いらないのこんなのね。意味ないんだから。もう普通の漫才でいいの。普通のじゃあ普通のいつも通りのスピードで漫才やった方がいいですか。そうでしょ。そうです、分かりました。
どうもナイツです。そんな遅くねえよ、いい加減にしろ。先生ございます。よろしくお願いいたします、我々も今年でねコンビ組んで15年経ちますけどね、そんなんですよ。本当に僕今悩みがありましてね。何？土屋くんがね突っ込んでくれないんですよ最近。いやめちゃくちゃ突っ込んでんでしょ。いや突っ込んで舞台の上ではね突っ込んでくれてますけど、はい、そのプライベートでは全然突っ込んでくれないじゃないですか。いやプライベートでも突っ込んでる方ですよ。うちは突っ込んでないって。昔はもっと結構突っ込んでくれてたよ。いやそれは変わんないでしょ別にね。いやほんとね2009年ぐらいからなんかだんだん突っ込まなくなってきて、うん、ちょうどお互い結婚した時だから、うん、あとそういうなんか関係まずいのかなみたいな。いや関係ないです。関係まずいとかじゃないですよ別に。突っ込みはみたいな突っ込むはみたいなあのあんのかもしれないけど、いや本当にちょっとね ご無沙汰というか突っ込まれたいんだよね。たまには突っ込んで。突っ込んでる方だって。突っ込んでよもっとガンガン。まだ突っ込まなきゃいけないの。いやまあ突っ込みたからもっといじってほしいっていうか。いじるとこないもん別に。いやいじってほしいんですよ本当に。いじられんの嫌でしょそんで。いや俺いじられんの嫌じゃない。好きなのいじられんの。それは知らなかった。結構だから強めにいじってほしい。いじくり回されたいっていうか。なんかいじってもらいたい。まあいじるけど最終的にはこう突っ込まれ。ないもっと会話をしゃべろうってこと。しゃべるっていうのはしゃべる、まあ、そのしゃべる流れの中でしゃべるのはいいんだけど、しゃべるね、しゃべる、うん、最終的にはこうしゃぶられていじられて突っ込まれたいんだよ。やっぱ突っ込まれたいんだよな。昔は両国亭っていうねネタ見せだったそこで、そこの裏に公園があるんですよ。で公園でだってもうガンガン突っ込んでたから。練習でね1日5回突っ込んでたよ。いや少ねえだろ。1日5回は少ねえだろ。少なくねえだろ。5回は多いだろ。いやもっと突っ込んでる。だからその時まだ若かったっていうのもあるけどね。でもね あと松坂屋の向かいにね屋上があるんだよな、そこの、まあ、そこでも練習しましたけどね、そこでさ突っ込んでたじゃん。突っ込んだよ。いやちょっと練習って俺本番のつもりだったんだけど。のつもりで練習してたけど、いつ人が来るか分かんないからドキドキしたよ。ガンガン突っ込んでたんだから。いや正直ね、その後のネタ見せの時ちょっと痛かったよ。ちょっと座ってんのここでしょ。痛かったのここでしょ。いや本当にね、なんかあれだよね、ソフトになっちゃったんだよね。いやそれはまあいろんな、うん、だんだんね突っ込み、そうなんかどつきとかやってたけども、誰かおっしゃってんだよ変な先輩に。技術さで技術ばっかりだからもうテクニックばっかり覚えちゃってさ、ソフトなツッコミにかかってきちゃってんのね。俺はもうそういうのやめてほしい。ガンガン突っ込んでほしいの。もっと、もうガンガン突っ込んでほしい。突っ込みますから大丈夫ですか、ね。突っ込んでないでしょうが。なんなんだ、舐めてんのかお前。舐めてないですよ。舐めてほしいんだよ。舐めてほしいんだよな。舐めてほしい。お前奥さんばっかり舐めてんのか。舐めてないよ。奥さんばっかり舐めてますよ。俺は舐めろ。舐めて突っ込むよこの野郎。アナーさん。え？もう変な風に聞こえてるよ。いや、みんな勘違いしてますよ。するだろこんなの。いや、セックスのことですよ。いやセックスだ。勘違いしますよ。セックスの話だったんかいな。さっきから。いや花さん、はい。いや俺ね、もう心配なの最近。はい。下ネタ多いのよ。こんなも当たり前にやっておかしいからね。分かんないですね。あ、そうそう。ダメよ本当に。いやでもね、面白いからさ。いや面白いからじゃないんだよ。面白いじゃんね。面白きゃいいって問題じゃないの。我々ラジオ始まって、これ毎週生放送ですよ。うるせえな。お前またチンポライアンス気にしてんだろ。コンプライアンスね。それ。チンポライアンス気にしてんじゃねえよ。それでもう一発でアウトだからね。うるせえな。大丈夫そんな出ない生放送で。病気なんだから。病気って言うな。病気なんだ。俺マジ病気なの。ないよそんな病気は。病気なの。ちゃんと聞いて病気なの。ちゃんと一回聞いて。病気なんだよ。なんで。ちゃんと聞いて。病気なの。病気なの。分かった。だからしょうがない病気なの。病気なんでその正面で言うの。ちゃんと聞いて。病気なんだから。聞いてるから。しょうがないんだよ。聞いてるから。で病気だとしても治して。ソユーズが今年はね宇宙に行きまして、由井君也さんっていう日本人の宇宙飛行士がね。乗ってましたけど、由井君也さんがインタビューですごいいいこと言ってましたよ。子供の頃からもうどっかね遠くに行きたい、そういうね外の世界に旅立ちたいっていう欲望が抑えきれなかったっていう。もう同じだよ。一緒じゃねえよ。何と一緒にしてんだよ。歴史的名言と一緒にしてんだよ。
緒にしてんじゃねえ。今年あの J リーガーがね、元 J リーガーが強姦で捕まったじゃないですか。何件かやっちゃって強姦で、そいつがあの取り調べの時に欲望を抑えきれなかったって言ったんですよ、うん、一緒です。ダメだよそれ。捕まったやつと一緒じゃダメなんだよ。なんなんさ、病気なんですよ。病気なんですよ。分かったから。俺だってこの直して、直したい、直したい、向き合ってんだよ。俺だってこの病気と向き合ってんだよ。本当にここも向き合ってますけどね。直ってねえだろ。キャーとか言われてる。こういうことになるから言ってんの。本当にやめられないんだよ。やめられないっすよ。なんであれを聞いてやめられないんだよ。どういう心情だよ。それでやめられないっすよ。本当ダメだって。ただ俺もね、ちょっとこのまま下ネタばっかり言っちゃうと本当にまずいって思ってるんですよ。思ってんのそれちゃんと。だからちょっと生放送で言っちゃいけないこととか言っちゃいそうだから。そうだよ、だからそれを心配してんの。いろいろね相談してんのね。誰に？あの松本明子さんに。なんでだよ。なんでアッコさんにしよう。松本さん、アッコさんは病気じゃないから、ね、松本言わされただけだからね。あれは相談したの、うん、そしたらいい本があるよっつって、うん、あの教えてもらったの、この本。アッコさんにこれね、本官能小説用語表現辞典って言いますね。昔はあの官能小説が今よりもっと厳しかったから、うん、直接的な表現ができなかった。あの放送禁止ラインがね、それをこうちょっと違う表現にしてこうやってたんですよ、うん、え、例えばあの男性器、男性器なんか言えないじゃないですか。じゃあダメだよ。そんな男性器はあのキリタンポとか。このあのキリタンポって言ってたの？毛の生えた拳銃とか。そんな言い方してたの？象の赤ちゃんの鼻とか。書いたのこれ。言わなきゃいい話なんだけどね。あとね、女性器絶対言えないでしょ。もっとダメだよ。ちょっと言ってみて今、女性器。いやだからそう。言えない。それで松本明子さんはダメになっちゃったの。やっちゃったの、鶴子師匠に言えって言われて言っちゃったの。女性器は、うん、女のシークレットゾーンとか、うん、あと、まあね、桃色のアワビとか、あと小宇宙とかってね、こう書いてた。深すぎるでしょうね。だからこの本があるから大丈夫。大丈夫っていうか、そもそも言わなきゃいいだけの話なの。病気なんですよ。病気なんですよ。この本の内容を僕全部頭の中にもう言えたから、あ、そう、生放送でもし危なくなってもなんとか乗り切れる自信はあります。本当に大丈夫です。大丈夫。ちょっと一回練習してみる。練習してみましょう、おはようございます。おはようございます。今日も始まりましたナイツの土屋です。ナイツの花輪です。生放送頑張っていきましょう、今日もね。朝9時からね4時間頑張っていかなきゃいけないんですけど ね、 そうですね。我々もこのね、黒いね、ゴツゴツしたねこう塊に向かってね、この反り返った、あのこの肉棒のようなこの黒い塊に向かってね、マイクでいいだろ。マイクをわざわざやらしく言う必要ないから。ゴツゴツそれからゴツゴツじゃない。黒光りしたこの黒いも、マイクに向かって喋りますってどんなトークだよそれ。もう我々もね本当に大事な、ね、枠をいただきましてね。そうですよ。我々の前にやったあの人がねすごい人なんですね、うん、桃色のアワビのような、うっそうとした密林のような頭をされた A 先生よ。そんな言い方すんな。さん俺はめちゃくちゃ怒られるぞ。そんなこと。女のシークレットゾーン。女のシークレットゾーンじゃねえよ。の頭を無理やりやらしくするなお前。黒光りするあの突起物のようなものを下先でペッ。朝ダメだよ。朝ダメをやらしく言うな。されてた。本当に目の前にはあの穴から溢れ出る水、溢れ出る水、出水穴だよ。溢れ出る水の穴が最悪だ。お前捕まるぞそんなこと言ってて。本当に訴えられたら終わるぞ。954Hz、954Hz、それはいいだろ別に。なぜそれで興奮してんだよ。あーあーあーてーくまーてーあーてーくまーあーてーくまー。本当に救急車呼びますよ。終わるからね。もうこれで終わるよ。もう本当にせっかくの枠だけども終わる。もう生放送無理だこれはね。無理だ。朝無理だな。もう終わる。ちょっと、うん、月曜の18時に移りたいと思う。そこに A さんが移ったんだよ。
人のね名前が覚えられないんですよね。ああ、まあそういうのはね、年々増えてきたかもしれませんね、アイドルグループの名前が覚えられないんですよ。あ、でいっぱいあるからね今。多すぎてアイドルグループ、数字がつくアイドルグループがいっぱいいるじゃないですか。あっち系ね、まあ、AKB48 とか。それはわかります。乃木坂46とかね、結構そこら辺になるともう危ういんですよ、ね、ああそうなんだ、だから今言ってるね最中にも忘れちゃったんですけど、すごい好きなアイドルグループいまして、数字がつくやつでね。好きなアイドルいるのにその名前が出てこない。どんなの言ってみ。作品名がね、作品名、あの、うん、タンポポ、あ曲名、うん、タンポポ、あと、うん、お葬式っていう、お葬式作品を作ったあのアイドルグループ で、うん、あとスーパーの女とか、あのマルサの女っていうのを作ったあのアイドルグループいるじゃないですか。アイドルじゃなくない、なんだ、あ思い出した、伊丹13、十三ね。あの十三って書くけど、伊丹13、十三さん、映画監督よあれは。映画監督。アイドルじゃないから。え、伊丹市を拠点としている13人組。違う。アイドルグループ。ピンポイントのご当地アイドルじゃないから。あ、違うの。十三人もいないし、一人よ映画監督。そうなんですか。うん、センター宮本信子ですよね。奥さんですよ。奥さん。センターとかないから、その、まあ、主演女優はしてたけど主に。宮谷って奥さんなの。眉毛みたいに言うなな。宮本信子さん、宮谷と呼ぶな。あとね、あまた忘れちゃったな。あの海外に進出しているアイドルグループ。海外、それもね数字がジャカルタの JKT48 とか。違いますね、そうじゃないですね。上海にもいるよね、 SNH。 もっとなんか大所帯のさアイドルグループいるじゃないですか。48グループよりも大所帯。ね、曲名は分かるんですよ、うん、あなたにっていう曲名とか、 あと小さな恋の歌っていうね、なんか曲なんか歌ってるアイドルグループいるじゃないですか。なんだっけあれ、それアイドル、思い出した、うん、モンゴル800、800だよな。モンパチでしょうね。モンパチ、いやそれもバンドだから。バンド、アイドルじゃない。なんだモンゴル、モンゴルを拠点としている800人組のアイドル。多すぎんだろな。じゃない、800人組違うのファン追いかけられないでしょ、そんな800人もいたら。センター朝青龍じゃないの。どんなユニットだよな。朝青龍センターもアイドルじゃねえだろそれは。違うのなあ。なんか去年ハルルが後輩殴って、春馬富士でしょ卒業しちゃったけど。ハルルみたいな言い方すんな、春馬富士。ああいう形で卒業とは思わない。いやそりゃショックでしょ。それはファンはショックでしょ、あんな形で卒業したら。違うんですか。モンゴル800バンドだから。あれはあとさ、料理がすごく上手なアイドルグループ。もうどうせアイドルじゃねえんだろ。なんだよそれ、言ってごらんよ。キャッチコピーがね、和の鉄人と言われている料理が得意なアイドルグループ。1人しかいないだろ和の鉄人は。結構大所帯のアイドルグループ何でしたっけあれ。確かにあれ数字だな。なんだっけな。でどうすんのあれだって。思い出しました、道場636。めんどくさ、それも英語にしなきゃいけないの。最後のロー、サブ、ロクサブローのローも6なの。道場636。よく言えるねそれね。636人組のアイドルグループ。一息でよく言えたなそれな。センター出汁の出汁、ね、出汁が命と言ってるけど道場さん636人組です、ね、道場六三郎でしょ。あともうクイズみたいになってるけど、当てたいねそろそろ。将棋がものすごく強いアイドルグループです。バラエティ番組にも最近引っ張りどこだこのアイドルグループ。いけそうだよこれ。何でしたっけねあれ、何だったっけ。ああ分かった、加藤123。正解。よし嬉しい、当てるとなんか嬉しい。これ123ね、ひぐみね、ひぐみ123人組の、多いけどなかった、ね、それもな、123人は、センターの歯がどんどん抜けちゃっていや前歯がないだけだからね、センターの歯がメンバーが卒業したみたいな言い方するけども、初期のメンバーが残ってない、初期のメンバー、ね、どの辺の初期から抜けたか知らないけどあれはね、抜けちゃってさ、前歯ないけども。じゃあ次の問題です。ちょうだいちょうだい次のクイズ、はい、問題つっちゃってるけども、演歌がものすごく得意なうん、アイドルグループでして、紅白歌合戦にもなんか最多出場している。そんなもん簡単だよ。え簡単ですか。北島36。正解。イージー。北島36。イージー、もうそこまで行ったら余裕だよ、ね、そんなもんな。いいん、ねま、センター山本ジョージだろ。センター北さんブラックだよ。あそうなんだそれは分かんないけど、その辺の加減は知らないけど、それは、うん、遊びじゃねえんだよ。いや何を怒られてんの。何をそんなキレられてんの俺は。調子乗ってんじゃねえよ。いやごめんなさいね、当てたからいいでしょうね。あとね、なんかすごいなんかみんな問題ばっかり起こす OG が、OG が問題ばっかり起こすやつ、なんでしたっけ。あ、思い出しました。モーニング娘。18だ。いや普通にアイドルに戻った。いい加減にしろ。どうも、あいだし。
僕はその点ちゃんとね夫婦円満で、あ、そうなんだ、肛門見えてもちゃんとね肛見えてもだろやってるんですよ。はい、なんで肛門が見えてんだよお前。ダメなんですか。当たり前だろ、何言ってんだよ。でも緊急事態宣言終わりましたよね。関係ねえよ。どういうことですか。緊急事態と肛門関係ねえだろうがよ、何言ってんの。夜8時までに閉まんなきゃいけない。お店だそれ。飲食店だよ、閉まって8時までに。みんな肛門ずっと閉まってんだよ。こっからの飛沫を防ぐ。何を言ってんだ。どういうことですか。どういうことですか。こっちが聞きてよ。全員がお前に聞きてんだ。どういうことですか。GoTo じゃねえよ。どういうことだって。こっちが聞いてんだ。だから奥州市と言われても皆さん分からない、ね、奥州市ってとこなんだ。旧水沢市です、うん、もっと分かんないけど、はい、旧で言われてもね、うん、え、もしもし、はい、嘘でしょね。漫才協会です、はい、いや何やってんの。あ、はい、お世話になってます、ありがとうございます。いや漫才中ですよ、はい、あ、はー、ありがとうございます、またお願いします。すいません、おい、失礼します、はい、いや何やってんの。あ、漫才協会がね日曜日休みなんですよ。それで教会にかかってきた電話が全部僕に転送される。そんなシステムになっちゃうの。 TikTok 知ってる。知ってる。 TikTok 知らないでしょ。え、今若い子たちの動きってめっちゃ速くなってるから、ね、あれはアプリで倍速にしてんだよ、はい、ね、今ね、そうあれがそのナチュラルの、 その10代の人の動きだと思ってたの。今の10代の子めっちゃ動き速くなってるんですよ。おかしいだろ、その同じ2000年以降に生まれた子がめっちゃ動き速くなってる。そんな急な進化しないだろ、まあ、けどけど人の動きって。どうもナイツです、お願いします。最近土屋くんの影の薄さに拍車がかかってきましてね。そんな話するんですか。あ、僕はこうも見えても、こう見えてもだろう。どうもナイツです。あれ、おかしい、なんだこの違和感。何度も同じ場面を繰り返している気がする。ナイツの土屋です。おはようございます、ナイツの花輪です。まあ腹立つニュースといえばあのハロウィンですよね、はい、今年もまた若者たちが渋谷に集まってバカ騒ぎしてましたよ、すごかったですね。暴徒化した若者が問題になりました。呆れて言葉も出ないですよね。どうもありがとうございました。まあもう本当に言葉出ないんだ。もう今終わっちゃうのね。いや一応漫才やりましょうよね。あ出るようになりました、まあ、いつからああなっちゃったんですかね、だってハロウィンっていうのはね、子供が仮装して楽しんでればいいんですよ、うん、ね、子供がやってる分には可愛らしいじゃないですか。そうですね、トリックアトリート、うん、お菓子をくれなきゃ軽トラひっくり返しちゃうぞ。いや怖いだろうな。いやいたずらしちゃうぞですから、そこ今回大きな問題になった事件でしょ。それはお菓子くれなきゃラーメン屋さんの券売機に水流し込んじゃうぞ、うん、いやそれもニュースになってたよな。可愛いですよね、子供がそれすりゃ可愛くないよ。子供がやっても親からしたら可愛いでしょ。いや本当にひどい話ですから。ダメですよ、子供でもやらせちゃ。そうですか、ねえ、まあ、逮捕者も続出しましたから、ね、今回は、まあ、混乱に乗じてね、痴漢をしたり、喧嘩をしたりね、僕はああいう奴らが一番許せないですね。そうですね。ムカついてきましたね、話してたら。来年渋谷行ってやろうかな、本当に。でもさすがに芸能人だから、渋谷で喧嘩したらまずいもんね。あ、そうだ、バレないようにスパイダーマンの格好して暴れよう。ハロウィンで暴れた奴らと全く一緒になっちゃうでしょうね。でもね、今やこのバカ騒ぎするハロウィンは、世界でも有名になっちゃってるみたいですからね。日本人として恥ずかしいですよ、うん、もうなんとかならないかなと思って専門家に聞いてみたんですね。ああそうなんですか、はい、うん、どうしたらいいですかってね、知り合いのカボチャ農家の人に聞いたら、はぁって言われましたね。どこに聞いてんだよな。いやそりゃそうなるでしょ、カボチャの人は、ね、誰に聞いて。いやで若者カルチャーに詳しい人とかに聞いてください。それはハロウィンも腹立ちますけどね、もう一個腹立つやつありますよ。中国のね、はい、開催されて草間彌生さんの展覧会ですよ。ね、それ全てが贋作だったっていうことで話題になりましたけども。で草間彌生さんといえばね、ぐで玉模様でおなじみの方じゃない。いや水玉模様だよな。ぐで玉模様でね、全然作風違うでしょ。ぐで玉三両ですからね、その草間彌生さん本人がとうとうね、コメントを出しましたね。そうですね、本当に残念でなりません、はい、
いや、これ許せないですよね、うん。ハロウィンどころじゃなかったと思いますよ、本当に。そりゃそうでしょうね。ただ、なんかね、仮装はしてましたけどね。あれ、何の仮装なんですかね。仮装じゃないよな。さんまさんが。誰よりも派手ですけどね、あの人。何かの仮装なんですかね。前衛的なファッションですから。さんまさんの。中国は日本のパクリがめちゃくちゃ多いですからね。いかにしろと思いますよ。いや、切れてますね。ああ、もう怒ったらお腹空いちゃったな。なんかちょっとした食べ物持ってません？いや、持ってないですよ。漫才中ですから。いや、お菓子くれなきゃ、携帯の番号を晒しちゃうぞ。いや、やめろ、もうそれ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、9月5日土曜日朝9時になりました。おはようございます、ナイツの土屋信之です。おはようございます、花輪信之です。おはようございます、 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905 AM954 の TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後1時までの4時間生放送、 TBS ラジオクリーンサタデー。この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される福島県喜多方市の高里太陽光発電所で作られた電気でお届けしています。お願いします、はい、よろしくお願いします。地下駐車場に、うん、あのメロンパン号、そうなんですよ、ミュー404で活躍中の、あれはちょっと、あ、昼間サカス広場に、あれはだからちょっとドラマ見てないんでしょ、ミュー、ちょっと見てないですね。めちゃめちゃ最終回、もう見てないんですよ、まだ最終回、最終回まだ見てない、めちゃくちゃ面白かったんだよな、まあ、言えないけど、ミュー、何メロンパン号って、その綾野剛と星野源さんがいつもこの乗る車なんですよ、ね、警察車両みたいなのが、うん、あのメロンパン号で、メロンパン号って言われる、メロンパン屋さん、メロンパン屋さんの、うん、あの移動販売車みたいに乗って、うんうん、いつもその犯人を追いかけたりする車で、もうメロンパンの、うん、販売車でカーチェイス、ね、そうそう、あれ改造してるんですもんね、多分なんか改造したり、ちょっと後ろをなんか更新して、なるほどね、カーチェイスをそんなにするドラマじゃないんですよ、カーチェイスではないんだ、そう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 、それで、あのやるんだけど、それが多分もうすごいんじゃないですか、あのドラマ超人気あったから、ああ、まあよく聞いたね、あれがあのなんだ、今はものすごいけどさ、うん、ないつまで置いとくのかっていうのもあるよね、そうですね、ドラマがもうね終わってしまってだから、ね、でもそう、サカスに置いてる時はもうめちゃくちゃみんな写真撮りに来たりとか、はい、来週の日曜日まで表に置いたその後の車をどこに保管して地下にっていうのはある、あのフジテレビの地下地行くたびになんか相乗りの車が寂しそうになるね、あれずっと置いてある ね、ラブワゴン、ラブワゴンがなんかもうずっと同じ場所にずっと置いてある、もう誰もそう誰もなんか見向きもしないでさ、近くで見るとめちゃくちゃ埃溜まってる、だからあんな全然洗車してない、あんなって欲しくないな、メロンパン号、そうです、ね、もう早く、いやそのだもともとなんかメロンパンのお店のものとかじゃないの、あれはだからバカなの、本当に販売車とかで戻ってくるんじゃないの、それは、え、ドラマの大道具が舐めてる、ちょいのちょいだよ、あんなの本当にその辺のやつ捕まえてる、バカだな、ちょちょいのちょいで作れるよ、あんなもんは、え、作ったのドラマのために、それはそうでしょう、そう、何でも作るんだよ、え、セットも全部借りてると思ってるもうその辺にあるやつ借りてきてんのかなと思って、え、あのじゃあパトカーとかも総裁地下庁のやつ、あれ美術さん作ってるんですか、ごめんなさい、パトカーは作れないそれはもうあの花火のたけしさんみたいになっちゃいますからパトカーは作ってないかもしれないですけど、大道具さんとか子供がすごいんだね、はい、まあ、でもあの要するに車がありますよね、はいはい、そこに警視庁のあのシール、うんうん、バババババってありますよね、うん、でここの普通の壁にバババババって警視庁のあの看板バンって貼ったらもう警察になりますよ、すぐ、それは見事な、いやだからこの間ね、捜査一課長の最終回、はい、あの僕も出させていただきました、ミウの最終回に比べてミウの最終回の、ごめんなさい、最終回 の、 あの話はねちょっとわからないですけども、俺の中ではもう逆一周して同じですけど、同じですか、捜査一課長の最終回は警視庁だね、両方警視庁だけどね、まあ、僕が出て、はい、検索ですよ、ね、ね、謎の消しゴムを握った遺体が発見されて意味が分かりません最後だから消し坂の場面でね、はいはい、終わりましたね、ほとんどね、まあ、あれはラストシーンと言ってもいいでしょう、あれね、いやだからラストシーンですよ、まあ、だから花さんが、はい、あの奥の近道があれでしょ、
だから先週から辞めないかみたいな、辞めたいですよ、卒業したい、じゃもう勝手にいろいろ書かれてネットから、あ、そっか、あのナイツがもうラジオが帯になったからこういう形でドラマ卒業するんだみたいな書かれて、出て、そりゃそうだよなみたいな書かれてて、卒業かみたいなね、先週15話で振っといて、今回最終が16話で、実はヤホー検索が趣味で始めた消しゴムサッカーの試合にボランティアで参加することになりまして、全然ヤホー検索に勝てなくて、それで1日お休みをいただけないでしょうか。マジですからね、これだからドラマ見てない人もう今聞いて意味が分かんないでしょうけど、意味が分かりました。マジでこういう話でしたからね。すいません、ネタバレ、すいません、ネタバレじゃない、いや、もう撮ってたのにっていう人がね、もしいたらごめんなさい。消し逆だったんだ。ネタバレすいません。撮ってて今日見る予定だったのにって人すいません。いや、でも、あれはびっくりで、俺最初に台本見た時に、びっくりで、すぐ花さん言ったもんね。はい、何これって、ね。何これだよ。ね。はい。これやばくないって言ったら、ね。これ何これですよ。何これで。で、行ったらさ、うん、その現場行ったら、うん、その消し坂フィールドみたいなの、うん、緑のあれもだからサッカーフィールドがまた大道具さんです作ってくれたね、あれね、すごいよね、すごいよ、うん、でなんかスタッフさんたちもすごいなんかさ、みんないい人言ってくれて、消し坂の動画、うん、そうそうそう、面白いですねって言ってくれたね、なんかね、みんなで気分いい現場ですね、気分いい現場だよ、だから夢みたいな、あの消しゴムサッカーのドン消しはやっぱりドラマのいろいろあれがあるの で、ね、はい、キャラクターはね、そうそう、使えないから、もうよく考えたらね、東映とかだから別に使えるんじゃないかなと思ったけど、まあ、その辺はまあいろいろあるんじゃない、いろいろあるのかな、わかんないからね、うん、そうそう、だからそう、だから何者でもない感じの人形はいっぱいあって、人形をやって自作の、はい、私が子供の頃掘ったバッジを、はい、あれもなんかこう見てさ、あれを変なシーンで出てたでしょ、意味わかんないでしょ、あれ変なシーンでさ、フィーチャーしてくれてたの、一課長に電話して、うん、ね、はい、俺がヤホー検索に検索できないものはありませんっつって、はい、ありがとうヤホー検索っつって電話切った後に、うん、その金消しっていうかね、俺のバッジを見つめるっていう、はい、だから俺もあの最初が終わった後にね、うん、なんかあのリアルタイムのトレンドみたいなないじゃないですか、ツイッターの、あれで消しゴムサッカーって出てないかなと思ってね、いろいろ調べたら、うん、その一課長で一番上に上がってたワードが、うん、鳥居みゆきって書いてある死体役の鳥居みゆき、被害者役で、ね、鳥居みゆき出てるみたいな、そっちの方が上まさかな消しゴムサッカーより、そうだね、ああひどいですよ、鳥居さんと、はい、その現場で会ったもんね、その時にあの連れ違ってさ、面白いね、あの人もそうで、ちょうどなんかその自然体だからね、今から殺されるシーンだって言ってたんだけど、はい、なんかもうすごい夜中になっちゃってさ、はい、鳥居さんからしたら、たから、ね、そう、鳥居さんからしたら知ってるからさ、うんうん、消しゴムサッカーのせいで押して、うん、その俺自分の殺されるシーンが夜中になったと思ってるからちょっと怒ってたもんね、もう遅いよっつってね、うん、そうそうそう、まあでも今週あれですよね、その消しゴムサッカーの一課長以外にもなんか出るんですよね、うん、サッカー番組、すごいですね、はい、フットブレインっていう、はい、ガチのサッカー番組、だってそれこそ役者の勝村さんですよね、勝村さん司会で、はいはい、まあ、僕がその消しゴムサッカーの創始者として、うん、創始者、テレビ東京でやってるやつでしょ、テレビ東京のフットブレインに、なんかこうすごいシンプルなセットでサッカーの戦術みたいなのを語るようなやつ、そう、サッカーをたまに見てるよ、脳のね、はい、こう視点で、はい、考えるサッカーの視点で、はい、やる番組、はい、もう本当にガチで本田圭佑のインタビューも30分丸々やったりとか、はい、もう女子サッカーの会長とかが出てきて、はい、今後の女子サッカーの展望とか語ったりとか、はい、そういう番組に消しゴムサッカーの展望を語りに行ってきたんですよ、何なのそれ、すごくない、すごいです、いやすごいけどさ、すごい、大丈夫だったの空気的に、勝村さんとか、あの、ね、今振り返ってみるとね、大丈夫じゃなかったんですよね勝村さんは、うん、まあ、など MC として、うん、その立場で番組盛り上げようと一生懸命優しくやってくれたんだけど、うん、やっぱ最後まで納得いかない顔をしてたね、それ一緒にやってくれたの、一緒にやってくれた、あ、津波さんもいてくれて、うん、津波さんいるの、津波さんですごいのよ俺がその津波、うん、あのもう子供の頃に、うん、津波って呼んでた、うん、あの消しゴムを、うん、持ってって、うん、そうそう、モデルの人でしょ、そうそうそう、うん、だからそのいろんなさ、消しゴムたちに名前をつけてやってたのよ、ラモスとか津波とか、加藤球とか津波とか、それを、津波さんに蹴ってもらうっていう夢のシーンありましたね、あ、そう、うん、みんなでも俺面白いみたいな、そうそう、いや、なる、これだから本当の要するにサッカーのかどうか戦術に使いますねみたいな話にはなるの、それが要するにそういう話にはならなかった、ないんだ、うん、その新しいサッカーを考えようみたいな、うん、
そういう話だから、うん、ドローンのサッカーがあったりとか、そういうのの特集みたいな、特集の中で、でもスタジオではもう消し坂だけ、うん、なんかわかんない、作家変わったの、フットブレインの、ね、作家さん変わったのかな、放送作家さんと、フットブレインの作家変わった、いやもう変わりすぎだけど、だとしたらネタがなかったかもしれないけどね、いやでもそうやってくれたんだよ、いよいよもうサッカー界が消し坂をいじり始めた、うん、それでまたあれでしょ、子供も今度あれでしょ、子供相談室には先週出た、あ先週出た、子供電話相談室、ね、最近なんかいじり、土屋いじり流行ってるの、土屋いじり流行ってる、土屋もう一家でいじってやる、もう、まあ、ファミリーヒストリーもそうだからね、対馬のめちゃくちゃ対馬秋をいじってやろうで、プレバトも全部いじられてる、プレバトのそうだね、絵の才能もいじられ始めてるし、ね、ありがたい、めちゃくちゃいじられてんじゃん、そんなブームが来てますね、そうそうそう、子供電話相談室もさ、うん、あのオンエア終わって、うん、まあ、子供たちがさ、うん、あどうだったかな、どうだったかなとかってなんかすごいね、はいはい、言ってんのね、さかなクン優しかったなと、伊集院さん優しかったかなとかって言ってんだけどさ、かみさんがさ、はい、お母さんが、うん、あのいやよかったよ、2人とも頑張ってたよっつって、うん、私の時よりずっと良かったよとかって言うの、うん、ファミリーヒストリーだねそれと思ったら、うん、かみさんが小6の時に出たんだって、うん、子供電話相談室、で自分で応募して、良かったっつって、でそれがなんかね、あの大晦日の放送だった、はい、生放送、うんうんうん、だからなんか大晦日毎日、あ毎年大掃除をすごい手伝わされる、はい、それがすごい嫌だから、うん、途中でサボりたいから電話相談室に出たかったっていう、めちゃくちゃ不純な動機で、うん、だったんだけど、でもそれは採用されて、うん、あじゃあ誰かと話したんだ当時の、そうそう当時の、まあ、その先生、音源残ってんじゃないの、どうだろうね、まあ、ちょっとさすがに膨大な量でしょ、でもだから今39だから小6の時、うん、12歳とかの時だから20何年前とかでしょ、であの番組はもうめちゃくちゃ長いですよね、30年以上なんか、これ見つかるんじゃないですか、男の子を見るとももももしちゃいますとか、そういう話してるするわけないだろうなそんな質問するわけない、しかも大晦日に小6の性の目覚めの、いや分かんないけどね、そういう時もあったかもしれないけど、そうですしかも大晦日にも、俺別に真面目に言ってますから、ね、真面目に言ってますから別にそんな、でもなんか結構際どい質問だったというか、あそうなんだ、多分送った質問は、うん、その何、親に隠し事があるんですけどみたいな相談なんだって、はい、でその聞いたらね、その相談員の人が聞いたら、うちのかみさんはどんな隠し事なのって言われて、うちのカメさんは、お母さんの財布からちょっとお金を持っちゃったんですっていう、ああまあでもそれはこういうのもリアルな、ね、みんなやったことあるんじゃない、リアルな、そういうもうその世代の思春期手前の、よくそれでも言えたね、その人にね、人に言わないからね、それはもうと思うよね、まあでもその、うん、答えはさ、もう返しなさいの一言だと思うけどね、多分ね、そう、まあ、回答としてはね、そう、なんでそういうふうにやっちゃったのみたいなことなんじゃないの、そう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 、すごいね、で今また息子が同じことしてるわけだからね、違うよな、母親の財布してねえよな、母親の財布から金で魚生で食ってな生で食ってって何、ね、生で食うためのお小遣いなのね、魚くん好きなの、魚くん好きだよ、魚くん好きだし魚食べるのも好きだけど、で照ノ富士嫌いっつってんでしょ、え息子は照ノ富士嫌いって言ってね、生まれた時からなんか知らないけど照ノ富士が嫌いなんです、それはうちの祖先の対馬の原稿のあれだろうな、根に持ってね、700年前の話だ分かるの、父ちゃん、なんで息子がモンゴル嫌いなんだよファミリーヒストリーですね、ないですか、これは全部ファミリーヒストリーすごいですね、そうだからその子供電話相談室が、うん、またレギュラーになるってことですよね、うん、うん、だからすごいですよ、伊集院さんすごいね、伊集院さんということでね、そういう意味でも TBS ラジオ、レギュラー風若手漫才ナイツ、どうもよろしくお願いいたします、結構野球が好きなんでね、今日野球の話をいっぱいしたいなと思うんですけども、いやダメですよ、いや野球の話ばっかしたら人気出ないよ、ほんと若い女の子から食いつくようなさ、なんか可愛い話とかそういうので漫才作るんですよ、送りバントの世界新記録を作った中日可愛いの話でしょそれ、でバント上に河合正広さんの話じゃねえ、可愛い話だから AKB48 の話して、あみんな可愛いから、あれもうあのメンバー僕全部言えます、全部言えるのすごい ね、秋山清原デストラー AKD4 でしょ西武の黄金時代支えた最強のクリーンアップ AKD4 でしょ
しょ、年間100本計算できたというねえ、カチューシャの話して、可愛い女の子みんなここにカチューシャつけてたから、センターとレフトの間の左中間でしょ、この左半分だけになっちゃうから意味わかんないから、ちゃんとしてトレンディードラマの話しても。俺ナースのお仕事好きなんだよね。ナースのお仕事だったらみんな見てるからね。85年阪神タイガースを日本一に導いた史上最強のバースの大仕事でしょランディバースのね、それはそれは大きな功績だよね、日本で残したトゥルトゥ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 門倉朝倉だよ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。面白いですね。面白い。ストリークにライバルが出てきました。なんか花輪くんの。そうなんです。あのベージュの方が花輪さんの弟さん。へえー。花輪の弟なの。ねえ。よろしくお願いいたします。ナイスです。よろしくお願いいたします。いらっしゃいました。ありがとうございますね。まあ、我々頑張ってもっと働きたいなと思いますけどもね。働きたいですよ。ね、働きすぎちゃうのは良くないですよ。まあ、何事もね、やりすぎは良くないですからね。うん、まあ、今年働きすぎでね、うん、過労死寸前のおじさん一人見つけてしまいました。というと。スギちゃんって知ってますか？何ちゅう言い方すんだよ。過労死寸前ってお前。調べましたけどね、大丈夫、良くなってるんですからね、大丈夫ですけど。すごく苦労人なんで、スギちゃんはね。ねえ。スギちゃんのこと調べてきましたけども、ね。スギちゃんのこと調べてきたの。1944年に兵庫県の神戸市で生まれたんですね。44年。で、1967年から日活の現代劇の助演として活躍されるようになります。その翌年に NHK の文語取り物絵図という時代劇の主役に抜擢をされ、日本の時代劇には欠かせない存在になるわけですね。まあ、ちなみにあの奥さんがね、演歌歌手の五代夏子さん。杉良太郎だろお前、杉良太郎ちゃんでしょそれも。いや、プライベート杉ちゃんって言われてるかと知らないけど、その後小泉チルドレンの中に入りまして、あの郵政民演家のですね、杉村太蔵ちゃんだよお前。いや違う、そのプライベートで杉ちゃんって言われてるか分かんないけど、オメガドライブと一緒に曲をなんか、ね、杉山清隆ちゃんだよお前。杉山清隆ちゃんになってるから、解体新書、杉田玄白ちゃんだよお前。過労死寸前じゃなくてもう死んでっからね。まあ、スギちゃんといえば今年はね、日本全国股にかけて活躍してましたけどね。大変な活躍です。スギちゃんと同じぐらい股にかけて活躍している人一人見つけました。誰ですか？塩谷駿って知ってますか？女だけだろうな。股にかけたの女だけだろうがよ。彼のことを調べてきましたけどね。塩谷駿。2002年、妊婦センターヤリチンジャーっていう。ハリケンジャーだよ。あの、出てたわけですね。ダメだろ、そんな子供のヒーローはよ。あの、変態物の中でもね。変態物だよ。人気のシリーズだったんですよ。変態物出してねえよ。ほんと、塩谷駿さんといえばね、すごくサッカーが上手いらしいんです。あ、そうなんですか。はい。でも調べたら、塩谷駿よりもサッカー上手い人一人見つけました。誰ですか？香川真司って。当たり前だろ、ね。誰と比べてんだよ。超うまいですよ。超うまいよ、はい。香川さんは大変ですよ。いや、この愛媛真司っていうのは、ね。香川ね、だからね。すごい人。いや、家出たでしょ、さっきね。日本の背番号10番ですからね。エースですよ。その後、万有のレギュラーに抜擢されるわけですから。これがすごいわけですよ、ね。あの、フジテレビ新諸国万有。なわけねえだろう、ね、レギュラーに抜擢されましたね。懐かしいな、生島博さんの。風任せってやつだろう、ね。新諸国万有のレギュラーに抜擢されるから、ね。あれのレギュラーに今更決まんないですから、ね。マンチェスターユナイテッド。ぜひ高松真司覚えてください。香川脱線だろう。ありがとうございます。ちっちゃくなっちゃってんじゃないですか。香川真司といえば、うん、派手なプレイスタイルがね、特徴なんですけど、まあでもね、目を引きます、うん、やっぱりね。香川真司よりも派手な人一人見つけましたよ。誰ですか？小林幸子って意味違うだろうな。いや、派手ってそれ衣装がでしょ。意味違うから。今年は苦労してます、いろんなことありました。いや、まあ大変ですよ。いろいろ調べたらね、うん、小林幸子さん9歳の時に芸能界デビューしてるんですよ、うん、あ、そんなね、ちっちゃい頃からやられてるんですね。小賀正夫先生が審査員の番組で、あ、なるほど、ね、合格してそこからデビューしてね、調べてきたわけです。その後所属事務所の社長と専務を解雇して。早すぎんだろちょっと。間端折りすぎだよ、もう。9歳で社長と専務解雇しないでしょ、ね、途中入りますね。もうちょっとあるからさ、間がね。嘘つきカモメっていう曲がね、うん、あのデビュー曲なんです。あ、これでデビューした。で、美空ひばり2世っていう天才って言われたんですね。やっぱりね、期待されてるわけです。その後、所属事務所の社長と専務解雇。ちょっと早いんだよ、だから。デビューしてすぐ解雇しないからさ。もうちょっとあるから、ね。79年に思い出酒っていう曲がね、200万枚の大ヒットするんですね。これデビュー曲に。この曲で初めて NHK 紅白歌合戦に出場することができるんですね。それで小林さんと紅白が出会った。その後、旦那が僕だったらもっと衣装代安くできるよってね。うん、ズブの素人に何がわかるんだって。詳細になってんじゃないかよ。おめがと起きまして。だから飛ばしすぎて詳細になっちゃってんじゃないかよ。あんまりこういうとこやって言いにくい話題ですけどね。いや、そうですよ、うん。小林さんの話題なんてね、我々から。と調べたらね、小林幸子さんよりも、言いにくい人一人見つけました。まだいますけどね。キャリープー。意味違うだろうな。いや、噛むにしても噛みすぎでしょ、ちょっとね。言いにくいにしてもさ、言いにくいんですけどね。言いにくいって意味違うからね、それまたね。フルネームはもっと長いんですよ。うん、キャリー、ね。キャロライン・チャロン・プロップ・キャリープー。惜しいな、
そこまでよく言ったな、そんなんでよ、お前。もともと毒蜘蛛として活躍、うん、毒蜘蛛だよ、お前。されていたんだよ、ね、毒は持ってねえよ、読者モデルね。その後、人気になりましてですね。うんうん、人気でいいだろう、お前。人気になりまして。議員さんみたいになってもう一日に何回も袋を更新することで、ね。ブログだよ、お前。この話題になった。池袋何回も歩いてるみたいになんだろう、お前。ほんとこのキャリー。噛むなんかスペースが長くなってる、大丈夫ね。ちょっと言えません。命に関わるんじゃないのこれも、うん、落ち着いた方がいいですよ一回ね、うん、落ち着けますけど、落ち着けますけど、余計なこと言わなくていいんだよ落ち着けますけど、曲のタイトルとかいいんですよ余計なね。キャリー、うん、パミパミ、あ、言えたね、うん、ありがとうございます。一回挟めばキャリー、そうそうそう、ありがとうございます。皆さんキャリーパンパンをですね、そうそうそう、ぜひ覚えていただきたい。どこで噛んでんの、いい加減にしなさい。どうもありがとうございました。我々普段寄席に出てるんですけど、ね、そうですね、あの寄席の師匠が、はい、笑点でおなじみの三遊亭小遊三師匠、あ、そうなんですよ、はい、落語家さんのね、こう一門になるということ、寄席とね、あとテレビと、あとラジオもねやってるんですよ。まあまあね、ですから俗に言う小忙しい芸人なんで、ね、どうでしょうね、我々がまあちょこまか動いてるっていうことではありますけど、まあ、いろんな仕事してますけどね、はい、そうですね、やっぱり嫌だなっていう仕事もありますよ。まあまあね、あんま言えないですけどね、まあ、ちょっと小声になりますけどね、あの取材とかねあんまり好きじゃないんですよ、まあ、言わない方がいいと思うな、それは、それはどうかな、うん、いいと思うけど、小銭しかもらえない、やらしいな、ああいうやつをね、思いっきりやらしい理由を言うんじゃないよ、同じようなことばっかり聞くでしょ。まあまあそれが取材ですからね。花輪さんの小顔の秘密って何ですか。誰がだよ誰がそんなことに食いついたんだよ、小顔でもねえし、まあ、小学生の頃はどんな子供だったんですかとかね、まあ、まあそれは曲からね、今の小ボケを続けていくスタイルはどのぐらいから完成したんですかとかね、まあまあね、何度も聞かれることありますけども、もう何回も言ってるんですよ、そんな昔の雑誌をね読めばいいじゃないですか、はい、それは言っちゃダメよ、だからインタビュアーなんか誰だってできますよ。なんてこと言うんだよ、誰だってできるよあんなのは。そんなことないよ、まあ、あの人大事だって一生懸命勉強してそれ分かった上で聞いてくれてるんだから、じゃあちょっと僕 やらせてくださいインタビュー、インタビューは、はい、うん、じゃあ俺がじゃあちょっと大物俳優っていう感じで、ちょっとイメージ湧きたいからさ、うん、例えば小出圭介とかさ、うん、小栗旬とかいるじゃないですか、まあまあもうちょっと世代上じゃない、やっぱり60代ぐらいのさ、小林薫とか、うん、まあまあね、小林年次、うん、あの小日向文世、限定しなくてもいいんだよこの場合は限定しなくてもいいんじゃないですか、それぐらいのなんか大物俳優だっていうのを気遣えるかどうかです。分かりました、今日はありがとうございます土屋さん、はい、インタビュー、お願いします、まあ、小1時間で終わりますので、まあまあまあね、時間なくてすみませんね、土屋さんが小芝居に興味を持たれたのは、はい、どのぐらいから小芝居に興味を持たれたんでしょうか、小芝居には見られないようにしたいなと思ってるんですけど、あ、そうですか、芝居にね、ありがとうございます、はい、あの資料によりますと、ええ、大学の演劇サークルの時に小芝居に興味を持たれたと聞きました、うんうん、資料にありました、はい、小芝居ではなお芝居ね、お芝居、はい、そうですね、まあ、それが大学の頃かな、まあ、学生時代お金がなかったということですけどもね、そういう時期もありましたね、やっぱね、その時アルバイトしながら小芝居をされてた、はい、すごいしょぼいみたい、すごいしょぼいみたいになるじゃん、アルバイトしながら小芝居、はい、すいません、はい、あのね、小芝居じゃないんですよ、小芝居じゃない、そうです、はい、自分やっぱ芝居やってるんでお芝居って言っていただきたい、そこは、あ、あれでおって読むんだ、あ、ごめんなさい、あ、そうか、どういうことあれでって読むんだ、逆だったらまだわかるけど、ひらがなのおだよ、うん、そのあたりの小話を詳しく聞かせてもらって、面白くはないいいですか、つかみのネタとかで話すわけじゃないけど、ね、小話を、はい、え、違う、花さんさ、はい、さっきはなんかさ、子が多くない、なんかちっちゃいっていう「小」っていう文字がさ多いな、小忙しい芸人とか「なんか小声になります」とかさ、うん、小日向文雄とか小林薫とか全部さ、小栗旬もそうだよ、お思い返せば小遊三師匠から始まってるんだよ、はあ、全部なんか「小」がついちゃって、俺全然気づかなかった、気づかなかったの、すごいね、奇跡的にそんなに入る、普段小説とか読むの、え、どういうこと、小説とか読むの、無理、その本読むでいいでしょ、だって小文字になんか強いじゃないですか、別に、ね、ちっちゃいっていうのが入ったやつ全部小文字っていうわけじゃないんだよ、え、小論文とか書くんですか、すごいですよね、小論文書かねえよ、いや全然気づかなかった、無理やりつけてない、いや気づけてない、つけてない、ちゃんとちゃんとインタビューやって、じゃあちゃんと、 ありがとうございます、じゃあお芝居に興味を持たれたということですけどもね、ですからそのが基礎になって、はい、今小技が光る小物俳優になった、絶対言っちゃダメだということで、小物俳優とか絶対言っちゃダメじゃん、小物が光る、何なんだ、さっきからよ、何ですか、腹立つな、え、バカにしてんだろ、いや小バカにしてないです、言えたよ、直前のやつに入れたよね、もうね、こう、いや、なんでそんなイライラしてるんだ、イライラするでしょ、そんなちょいちょい言われたら、小腹でも空いてるんじゃない、腹減ったでいいじゃん、小腹が減ったでいいじゃん、小腹じゃなくて、それも小豆でも食べますか、なんで小豆なんだ
小豆。なんで腹が減った人じゃなくて小豆を詰めてくんだよ。ちっちゃい豆と書く。いや、おかしいだろ。小生に言われても分かんない。言ったことないでしょ。はい、一人称小生っていうタイプじゃないでしょ。そんな見たことねえよ。いや、分かんない。俺の中のコスモが。どういうこと？無意識に。小宇宙って書いてコスモ今なんで出てくんのね。はあ。なあ。また小ついてる。いや、ついてんだろ。それしかねえだろうがよ。いや、全然気づかなかったよ。嘘つって気づいてんだろうがよ。びっくりした。なんだよそれ。いや、びっくりして今大便漏れるかと思った。それ小じゃねえのかよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、面白いな、やっぱ絶対いいもん。すごい。なんだろうね。これが賭けだよね。そうだよね。どっから気づいてくるかちょっと人によって多分人によって違う。今日の反応は意外と、うんうん、あそこで気づいたんだって僕が指摘して気づいたんだってちょっと思ったんですけど、はいはいはい、小池栄子さんとかもちょっと入れようと迷ったんですけど、なるほどね、はい、小田中裕二、小田中裕二元がない小日向ね、小日向ね、言わないかそれね、小玉、やりたくてしょうがねえんださあ、ナイツさんに対してのネット書き込みです、うん、ナイツの真面目な方担当の土屋さんですが、はい、実は私生活ではかなりの共済家でテレビで下ネタを言うだけでも逆ギレされ奥様に全く頭が上がらないそうなんですが、下ネタがあまりお好きじゃないみたいで、うんうん、どの程度、それこそなんかオードリーとかと一緒に昔深夜なんかあの女子大生と戯れるなんか番組とかがあって、それがもう本当出始めだったんで一生懸命やってたんですよ。そのなんかあんまり下ネタ言った回の時にその帰ってきたら楽屋で携帯見たらメールが一件だけ入ってて、うちにあったなんかその熊のぬいぐるみの首がなくなったやつが1枚だけ、そうメッセージとか一切なく、いや怖い、こうなるよってこと。何でしょう。エゴちゃんとか。焼き餅なんですかね。焼き餅とは違うんですよ、ね。いや、おっぱいとかどう。なんなんだ。おっぱいっていうのもやっぱり下ネタになるんですかね。それはだから母としてのおっぱいになるんじゃないですか。そういうふうに変換していけばなんとかなる。無理があるでしょ、そんな変換。花輪がそういうじゃあ振ったりしても怒られることあるのかな。いやだから僕はもう触れないですよ、うん、触れないんです。そのか僕がもう下ネタ言いたい人だから、うん、ストレスがめっちゃ溜まるんですよ、うん、で僕はもうあのいつも一人で、うん、あのバスの中とかでめっちゃ下ネタやってます、うん、本当に言ってますから、バスの中アホですお客さん手振ったりしてんのに、バス見送ってくれてるんですよお客さん、みんなおっぱい見せろおっぱい見せろおっぱい見せろバカでしょ本当。おはようございます。ナイツの土屋です。ナイツの花輪です。今週メジャーリーグの開幕戦が日本で行われましたけどね。はい。話題はイチローですよ。ねえ。あのイチローがついにね、リストバンドを外す時が来たというか。ちょっと独特の表現。あんまり聞き慣れないですね。普通ユニフォームを脱ぐとかじゃないですか。あと、レーザービームの主電源をオフにするとか。全く意味がわかんないですね。はい。あの引退の表現下手ですね。もういいです、それ。なんか、おかしなこと言ってますよ。いや、それ一郎言ってたやつだろうな。引退会見で何回も言ってたやつ。花さんおかしなこと言ってますよ。いや、でも本当ね、一郎ってまだまだ現役でね、いてくれると思ってましたから、引退表明には正直驚きましたよ。はい。もうニュースとか新聞で毎日見てますけどね、これ未だに信じられない。確かにね。うん。まだ現実を受け入れられないっていうファンもいるでしょうね。っていうか、嘘なんじゃないの？え？おい、水曜日のダウンタウンのスタッフ早く出てこいよ。やるか、そんなのな。いや、ドッキリじゃないよ、さすがにこれは。ナイツ花は、一郎が引退会見開いたら信じる説。いや、そんな説やんないよな。花さん引っかかりましただけじゃ済まないですから。全然出てこないからな。ちょっと、いや、協力者多すぎるよ、これ。おぼんこぼんといい、全然出てこないから。おぼんこぼん出てきたと。逆ドッキリのあれ。あれ、まだ待ってんねえから。逆ドッキリじゃないよ。いや、それにしてもね、一郎が出てくる時の東京ドームの盛り上がり方、すごかったですよね。そうですね。石川さゆりさんの天城越えで登場するんですよね。うん、でも一番そうだったのがね、第2戦の8回裏ですかね。あの交代を告げられて去る時の場内の大歓声ですよ、うん、あのね、一時停止してよく見ましたけど、うん、あの何人かスマホをいじってる人以外全員総立ちでしたからね、うん、いや立ってない人わざわざ探さなくていいよ、まあ、試合が終わった後に引退会見を開きましたけどね、うん、あの会見ではらしい発言がたくさん飛び出しましたよね。あの引退を決めたタイミングはとかね、うん、あと子供たちにメッセージをとかね、うん、中でも僕が、ね、印象に残った発言が、
印象的な場面はですかね。はい。いかにも記者らしい質問だなと思いましたね。記者の質問の方言わない、普通。一郎の発言に注目してください。貫き通したものはっていうのもありましたけどね。それ質問はいいんですよね。それに対する一郎の回答が注目されるんだから。僕は由美子夫人に対する一番頑張ってくれたという感謝の言葉が印象に残りましたね。ですね。ホームでの試合の時ね、うん、全部奥さんが握ってくれたおにぎり食べてたそうでね。その数が今までで2800個ぐらいなんですよ。はい。だからこの今の一郎を作ったのは2800個のおにぎりと2800個の梅干しと言っても過言ではないと思います。オール梅干しかどうかは知らないけどね、思いますけどね、決めつけないで。それは、まあ、そういう家族の支えがあって輝かしい記録の数々が生まれたんですからね。一郎選手は本当にたくさんの記録持ってますから、10年連続200安打とか日米通算4367安打とかね。だからそうやって一郎を数字で表そうと思えば簡単ですよ、うん、でも数字より大事なのは僕らに多くの感動を与えてくれたことじゃないかと思いますけどね。なるほど、うん、確かにそうかもしれませんね。いいこと言いますね。あれそうですよ、一郎って名前だってやろうと思えばね、1と6で表せますし。あ、1と6ね、うん、あ、いやそこは数字で表さなくていいよ。ごめんなさい、ちょっと前振りが長くなっちゃいましたけどね、今日はそんな石川さゆりさんのことをインターネットのヤフーで調べていきます。一郎じゃねえのかよ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。野球が大好きなんですけど、はい、まあ、今年一番ショックだったのがイチローの引退ですよね。確かにね、まあ、これ球界の一番大きなニュースですよね、はい、僕思うんですけど、うん、イチロー以上のバッターは今週いっぱい出てこない、当たり前だと、はい、今週何すりゃイチロー抜けるもう試合も終わってるからね、うん、イチローって小攻守三拍子揃ってるじゃないですか。小攻守家に揃えてるわけじゃない、うん、ここはまだ衰えてなかったらしいですよね。守備はねずっと一級品でしたから、脇がすごく張ってたらしいですよ。肩を褒めてんだみんな、はい、うん、日米通算4000本以上、そこの本数じゃねえぞ。そこの通算で争ってねえんだよな誰とも。あ、本読んだ、何台本読んだ、ちゃんと台本通りやってくんないかな。止めちゃダメじゃん。な台本通りやってくんない。何セリフ変えんの。台本通りやってるよ。やってないでしょ台本通り。本読んだちゃんと。入ってる本。ちょいちょい本って言うな腹立つ。入ってる。いや入ってるよ。わざと変えた？わざと変えたの。なんで変えんの？変えてないでしょ。変えたでしょ。なんそれね。急になんかその気にしないでいつもだもん。違う、だいつもさ、うん、何ここ西部さん4000本以上の時なんで突っ込んでたそこ。え？だからそこの本数じゃねえよかな、うん、全然違うよ。台本うるせえバカ言ってんじゃないよって。そんな台本だった。なんで変えんの。そんなだった。え、なんで変えんの。え、それは変えた方がいいんじゃないかな。変えるんだったら事前に言っとかないと。そのいや大丈夫でしょ別に今のぐらいは。そんな変えても、まあ、監督さんとかカメラマンさんとか関係ないでしょ別に。監督さんとか、記録さんスクリプターさんとかさ、記録さんスクリプターさんとかタイムキーパーさんとかいるじゃん。いろんな人があってやってるわけだから。漫才だから別にタイムキーパーさん関係ないから別に。分かるんだけど、40過ぎてちょっと自分の言葉にしたいみたいな分かるんだけど。そういうんじゃない。本通りやろ。そういう年頃とか本通りじゃない。初めからおかしかったんだよ。何なんだよ。一郎以上のバッターは今週いっぱい出てこないと思いますけど、なんて突っ込んだ。当たり前だろっつったの、うん、だから今週何すりゃ一郎抜けんだよかな。全然台本読んでない。何なんだよ台本は。うるせえバカ言ってんじゃない。そればっかじゃない。変えるよそれは。問題あるかどうか俺たちが判断することはない。笑うな腹立つな。いただいた本をそのまま忠実にこうやるっていう。いただいた本って何ことをやんないとわけわかんなくなっちゃうから。いやもういいから止めないで。そう漫才中だから。すいません。ああもうわけわかんなくなっちゃうから。もうこの次行っても、ちょっとエキストラの皆さんごめんなさい。エキストラすいません。お客さんだよお前。次のシーン進んじゃって。次のシーンとかないんだよ。次の下り行けっつうんだよ。次のシーン。すいません。イチローは1952年4月の25日に三重県で生まれたんですね。1952年生まれ、お父さんが漁師で、お母さんがね、海女さんをやっていたんですよ。イチローさんですよ。高校を卒業した後に、遠洋漁業の世界に入ります。イチローさんが。それから、マグロの一本釣りをしていたと言われております。イチローさん。その後、調理師の免許を取りまして、一時期板前を志すんですけども、27歳の時に、弟の、うん、あーごめんなさい。なんだよまたな途中で。高校を卒業したって5年間、うん、マグロの一本で5年間抜けてました。どうでもいいよ。変わんないから。いい大丈夫。そこ抜けても大一緒だから5年間僕一緒だから。何
に持ってんのね。5年間マグロの残長とかいらないでしょ別に。そんなのな、5年間マグロの一本釣りをしていた。完璧にしなくていいの、一郎。5年間、もういいから。5年間マグロの一本釣りをしていたと言われて、早く、ね、5年間マグロの一本釣りをして、早く鳥羽一郎だろって言わせろよ。待ってる時間地獄だからこれな。あえいうえ、そういう問題じゃねえよな。かけきくけこか、滑舌の問題じゃねえから別に。もういいよもう。なん止めんのそれ。大丈夫、ね、ちょっとあとオンリー、すいません、取らねえよオンリー。すいません、オンリーで。なんでそんなとこ別撮りすんの、意味わかんない。次のシーン、次のシーン、もう次のシーンって絶対受けないから。申し訳ない、申し訳ない。次行かないと思う。イチローが引退記者会見の時に、記者から子供たちに対して何かメッセージないですかって言われたんですよ、引退会見。その時に言った言葉がすごいいい言葉なんですよね。名言ですよね、うん、自分が熱中できるもの、夢中になれるものを見つかれば、それに向かってエネルギーが注げることができるので、そういったものを早く見つけてほしいと思います。そんでセリフが下手だなおい。おい嘘だろおい。何ですか。なんか芝居を語ってらっしゃったから。何ですか。いやいや、漢字のセリフが全然下手で入ってこないの。何なんそれね。分かってないから。そういうのじゃないんだよね。あのね、要するに、ね、うまい下手じゃない。うまい下手じゃないの。あの、うまい役者は、うまい役者5万というわけ。だから、俺たち役者っていうのは、俺たち役者って言っちゃったから。うまい下手で、いかに味を出すか、味を出すかってことなのよ。要するに、この、わらわらとこう平坦な言い方するメソッドというか、そういうやり方っていうのはあるわけですよ。メソッド。あの、なんつうかな、あの、まあ、あれ、ね、万順三郎とかさ。万順三郎さん、あの、わらとこう、あの、まあ、岸で言っとくとかの分かりやすいですね。だから、昔は万順三郎と、あえてこう、平坦にっていう、こういう、章があって、うん、まあ、あえてこう、長くと、こう、ちょっとそういうふうに読んでる、うん。聞いてらんねえよ、これ。あるんですよ。聞いてらんないぞ、なんか一回極めたみたいな言い方。いや、違うから、あなたの場合は。ね、うん、いや、申し訳ない。ちょっと言いづらいけども、はっきり言うよ。もう、ただの棒読みだから。棒読みか。確かに俺の演技はひどいとネットで叩かれている。流れるような棒読み、表情筋が殉職している。棒読みが2回続いた時にはバンバンジーと書かれていた。にっこり笑ったつもりだったが目が死んでいて真犯人と間違えられたこともある。悔しくて近藤義正さんがやってるワークショップにも通った。しかし何も変わらなかったんだ。ただそういった誹謗中傷に耐えかねて辞めていった芸能人はたくさんいるはずだ。我々はそういった被害者の無念を晴らすため必ず舞台に上がる。うるせえよ。はっ、いやじゃない。はい、入っちゃって、入っちゃってました。怖い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 。入っちゃってたじゃないんだよ。え、入っ、何なんだよこれな。役に入っちゃってた。何回時間使ってお前何をやってんの。だから音楽かかれたの急に入っちゃったから。違う。漫才なんだこれは。役者だから入っちゃった俺。役者だから入っちゃうんだよ。うるせえな。入っちゃうんだよ。長い時間使ってお前はただ音楽使って大好きな内藤剛志さんの真似したいだけだろうがよ。しました、すき焼き定食です、どうぞごゆっくり。雨上がりの西巣鴨。なんて贅沢な時間なの。いただきます。これ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 じゃないよ。あずま都知事、いただきお疲れ様でした。あずま都知事、いただきお疲れ様でした。松重豊さんじゃねえんだよ。何をやってんのこれはね、ずっと違う人なんです。おかしいでしょ、漫才中に音楽流して。すいません、絶対的に意味が分かんねえよ。あそこ意味分かんじゃなくて、うるせえバカ言ってんじゃないのに。いやもうそれいいわ。どうもありがとうございました。ナイツもまたもうどうかしてるね。ちょうど昨日の夜9時から2時間、警視庁捜査一課長ってドラマ次の日だったんで、このネタやるのには鮮度が一番いいネタ。
昨日もあのネットで叩かれてました。あ、そう、棒読みだって。もういい加減にこいつ出さないあ、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいました。ようこそいらっしゃいました、まずナイスと申します。よろしくお願いいたします。写真を撮りながら漫才やりにくいです。そうですね、ありがとうございます。あ、いや、こんな感じでね、やらせていただきますけども、そうなんですよね。今回は、まあ、Netflix 浅草キッドのね、浅草キッド公開記念ということで、光栄ですよ。松也さん出てますからね。私が、2ビートの清さん役でね、出させていただくことになりました。まあ、Netflix はね、僕も昔から入ってまして。あ、そうですよね。今年イカゲームがやっぱすごかったですね。イカゲームですよね、なんと言っても。あれもともと日本でやってたのが韓国でリメイクされたんですよね。あ、イカゲームっていうのは。イカゲームってもともと日本でやってました。僕出てましたからね、イカゲームに。イカゲームに出てた日本版。え、どういうこと？青いジャージを着せられて無理やり運動させられる。アメトークだろそれも、ね。運動神経悪い芸人でしょあれ。イカゲームじゃない。イカゲームじゃない。アメトークみたいに言ったけども。あ、違うんですか。違う、あれイカゲームぐらいの緊張感でやってたのそれ。まあネットフリックスだとアニメなんか好きで見るんですよ。あ、ね、面白い。ザ漫才だからさ。いや、そうよ。ちょっと新しいスタイルやんない？なんか新しいスタイル、なんかもうちょっと強めに突っ込んでもらっていい？あ、強めの突っ込みがいいの？補填かみたいな。補填かよみたいなさ。短く強くってやつな。そうそうそう、いい。いや、そうできるかな、よくわかんないけど。 AKB もすごい歌うんですよね。あ、 AKB ね。俺恋するバンチンカンチン。補填か。あ、いい。これがいいぞ、うん、これがいいんだ。そうなんだ、よかったね。なんか叩いてもらってもいい？せっかくあと頭叩く感じでどつき漫才固定かみたいな。だからリズム出やすいと思うから。慣れてないからな、できるかな。モーニング娘。も好きなんですよ。モームス恋のタンアンセンサンアンタン固定か。日本の未来はアンアンアン固定か。あのモーニング娘。ってみんなママになった。おはようございます。ナイツの土屋です。おはようございます。ナイツの花輪です。まあ、今週はね、毎日ニュースであっちゃんを見ましたね。あっちゃん、ね、もうあっちゃんが日本を動かしてると言っても過言じゃないですよね。まあ、そうかもしれませんね、うん。9月に総裁選を控える中ね、自民党の杉田議員の問題発言でね、あっちゃん大変そうだなと思ってますけどね。それ安倍首相でしょうね。あっちゃん大変そうだな。確かに日本を動かしている安倍さんのことあっちゃんって言ってる人いないですよ。うん、ごめんなさい。あの、国民的人気者のあっちゃんの話をね、そうそうそう。そっちでね、お願いします。9月に引退するあっちゃんがね、世界の果てまで行ってきゅうで、あのファンとしてすごい有名な妹と共演してね、話題になりましたよね。安室ちゃんをあっちゃんって言うなな。あっちゃんじゃないですか、あれ。あっちゃんじゃないでしょうね。めでたいあっちゃんの話なんですけど、サッカー日本代表の監督を務めたあっちゃんが、エジプト代表の新監督に就任しましたね。おめでとう、あっちゃん。多分、アギーレ監督のことかな。あっちゃんちがいつまで続くんですか。あっちゃんいっぱいいますからね。昨日のゴーリキあっちゃんのインスタグラム見ました。ゴーリキあっちゃんつったってもね。もうゴーリキあやめのことでしょ、完全に。ゴーリキあっちゃん。ゴーリキはつくんだ。あっちゃん。ね。それにしても話題の人物みんなあがつく人多いですね。はいはいはい。いい加減前田敦子さんの結婚の話をしてくださいね。元 AKB48 のあっちゃんがね、結婚しましたけど。もうお相手がね、俳優の、ごめんなさい、あの読み方がちょっと分かんないんですよ。ああ、そう、難しいかな。活字でしか読んでないから、ね、ちょっと口にしようとすると偶然にも活字で合ってんだけどね。活字でしか読んだことない。活字亮さんね。ああ、活字亮ね。活字亮さん、はい、あのお二人お知らせにしてください。いや、あっちゃんの本編あっさりしてるな。内容薄いだろう。そんなことよりもですね、日本ボクシング連盟の内紛が大変なことになってますよ。ああ、そうですね。あの、山根会長に対して333人が告発状を提出しましてね。あの、金メダリストの村田亮太選手も SNS で潔くやめましょう。悪しき古き人間たちってね、青空球児賞を批判してましたけどね。関係ないだろうな。なんで漫才協会に対して批判すんだ、漫才協会会長のね、青空球児を。いや、その会長じゃないです、絶対。村田さんが言うのは。告発状に書かれていたのは、助成金の不正流用とかですよね。リオオリンピックに出場した成松選手に対して交付された助成金を山根会長が他の2選手と3等分させたというね、件ですよ。これは辛いですよね。僕も漫才のギャラをね、不正に2等分されてるから気持ちすごいわかる。俺のことかな。不正でもらってるみたいに言うんだ。正当な分け方だよ、普通に。あの、山根会長と同じく、奈良出身の選手が判定で勝ちやすいという奈良判定。これ本当かなと思ってね、結構俺見たんですよ、たくさん試合を。あ、そうなんだ。ボクシングあんま詳しくないから、見て
もどっちが上がってるか正直よくわかんないんですよね。まあ、実際そうかもしんないね。はい、でも一つだけ言えることは、負けていたアビコの選手、僕の判定では全部勝ってましたよね。アビコ判定してる。はい。アビコふるさと大使だけど、アビコ判定しないで。千葉県アビコ市の選手みんな勝ってましたけどね。アビコ対奈良とかじゃないからね。アビコ判定。はい。別にね。あと昨日ね、山根監督、山根会長がスッキリに生出演しました。あ、そうね。疑惑に対しては全て否定してましたけどね。本当なんですかね、山根明会長。あ、山根あっちゃんでした。いや、山根会長もあっちゃんなのか。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。野球が大好きなんですけど、はい、まあ、今年一番ショックだったのがイチローの引退ですよね。確かにね、まあ、これ球界の一番大きなニュースですよね、はい、僕思うんですけど、イチロー以上のバッターは今週いっぱい出てこない、当たり前だろ、はい、今週何すりゃイチロー抜ける、試合も終わってるからね、うん、あのイチローって小攻守3拍子揃ってるじゃないですか。ね、小攻守家に揃えてるわけじゃない、うんうん、ここはまだ衰えてなかったらしいですからね、守備はねずっと一級品でしたから、脇がすごく肩だらしいですよ、肩を褒めてんだみんな、はい、うん、日米通算4000本以上、そこの本数じゃねえぞ、そこの通算で争ってねえんだよな誰とも、あ、本読んだ、何、台本読んだ、ちゃんと台本通りやってくんないかな、止めちゃダメじゃん、何台本通りやってくんない、何セリフ変えんの、台本通りやってるよ、やってないでしょ台本通り、本読んだちゃんと、入ってる本、ちょいちょい本って言うな原田さん、入ってる、いや入ってるよ、わざと変えた、わざと変えたの、なんで変えんの、変えてないでしょ、変えたでしょ、なんそれね、急に、なんかその気にしないでいつもだもん、違う、だいつもさ、あの、うん、何ここ、あの西部さん4000本以上の時なんで突っ込んでた、そこえ、西部だから、そこの本数じゃねえよかな、うん、全然違うよ、台本うるせえバカ言ってんじゃないよって書いて、そんな台本だった、なんで変えんの、そんなだった、え、なんで変えんの、え、それは変えた方がいいんじゃないかな、変えるんだったら事前に言っとかないと、そのいや大丈夫でしょ別に今のぐらいは、その変えてもまあ監督さんとかカメラマンさんとか関係ないでしょ別に、監督さんとか記録さんスクリプターさんとかさ、あの記録さんスクリプターさんとかタイムキーパーさんとかいるじゃん、いろいろいろんな人が入ってやってるわけだから、漫才だから別にタイムキーパーさん関係ないから、別に分かるんだけど、40過ぎてちょっと自分の言葉にしたいみたいな、分かるんだけど、そういうんじゃない、本通りやぞ、そういう年頃とか本通りじゃない、初めからおかしかったんだよ、何なんだよ、イチロー以上のバッターは今週いっぱい出てこないと思いますよ、なんて突っ込んだ、当たり前だろっつったの、うん、だから今週何すればイチロー抜けんだよかな、うん、台本読んでない、何なんだよ、台本はあの、うるせえバカ言ってんじゃない、そればっかじゃない台本問題あんだろ、そんな変えるよ、それは問題あるかどうか俺たちが判断することはない、笑うな腹立つな、あのいただいた本をそのまま忠実にこうやるっていう、いただいた本って何ことをやんないとわけわかんなくなっちゃうから、いやもういいから止めないで、そう漫才中だから、すいません、ああもうわけわかんなくなっちゃうから、もうこの次行っても、ちょっとエキストラの皆さんごめんなさい、エキストラすいません、お客さんだよお前、次のシーン進んじゃって、次のシーンとかないんだよ、次の下り行けっつうんだ、次のシーン、すいません、イチローは1952年4月の25日に三重県で生まれたんですね、1952年生まれ、お父さんが漁師で、お母さんがね海女さんをやっていたんですよ、イチローさんですよ、高校を卒業した後に遠洋漁業の世界に入ります、イチローさんが、それからマグロの一本釣りをしていたと言われております、イチローさん、その後調理師の免許を取りまして、一時期板前を志すんですけども、27歳の時に弟の、うん、あーごめんなさい、なんだよなんだよ、またな途中で、高校を卒業したって5年間、うん、マグロの一本で5年間抜けてました、どうでもいいよ、すいません、変わんないから、いや、いい、大丈夫、そこ抜けても大一緒だから、5年間ボケ一緒だから、何持ってんのね、5年間マグロの残長とかいらないでしょ別に、そんなのな、5年間マグロの一本釣りを、完璧にしなくていいの、一郎5年間もういいから、5年間マグロの一本釣りをしていたと言われて、早く、ね、5年間マグロの一本釣りをして、早く鳥羽一郎だろって言わせろよ、待ってる時間地獄だから、これな、あえいうえ、そういう問題じゃねえよな、かけきくけこか、滑舌の問題じゃねえから別に、もういいよもう、なん止めんのそれ、大丈夫、ね、ちょっとあとオンリー、すいません、取らねえよオンリー、すいません、オンリーで、なんでそんなとこ別撮りすんの、意味わかんない、次のシーン、次のシーン、ごめんなさい、すいません、受けないから、申し訳ない、申し訳ない、次行かないと、もうイチローが引退記者会見の時に、記者から子供たちに対して何かメッセージないですかって言われたんですよ、引退会見、その時に言った言葉が、ね、すごいいい言葉なんですよね、名言ですよね、うん、自分が熱中できるもの
夢中になれるものを見つかれば、それに向かってエネルギーが注げることができるので、そういったものを早く見つけてほしいと思います。そんでセリフが下手だな、おい。おい、嘘だろ、おい。何ですか？いや、なんか芝居を語ってらっしゃったから。何ですか？何ですか？いや、漢字のセリフが全然下手で入ってこないのよ。なんだそれね。分かってないな。そういうのじゃないんだよね。あのね、要するに、うまい下手じゃない。うまい下手じゃないの。あの、うまい役者は、うまい役者5万と言うわけ。だから、俺たち役者っていうのは、俺たち役者って言っちゃったから。うまい下手がいかに味を出すか、味を出すかってことなのよ。要するに、この、わらとこう平坦な言い方するメソッドというか、そういうやり方っていうのはあるわけですよ。メソッド。あの、なんつうかな、あの、まあ、あれね、万順三郎とかさ。万順三郎さん？あの、わらとこう、あの、まあ、岸辺徳とかのわかりやすいですね。だから、昔は万順三郎と、あえてこう、平坦に言うっていう、こういう、そうがあって、まあ、あえてこう、長っと、こう、ちょっとそういうふうに読んでる。聞いてらんねえよ、これ。あるんですか？聞いてらんないぞ、なんか一回極めたみたいな言い方。いや、違うから、あなたの場合は。ね？いや、申し訳ない。ちょっと言いづらいけども、はっきり言うよ。もう、ただの棒読みだから。棒読みか。確かに俺の演技はひどいとネットで叩かれている。流れるような棒読み、表情筋が殉職している。棒読みが2回続いた時にはバンバンジーと書かれていた。にっこり笑ったつもりだったが目が死んでいて真犯人と間違えられたこともある。悔しくて近藤義正さんがやってるワークショップにも通った。しかし何も変わらなかったんだ。ただそういった誹謗中傷に耐えかねてやめていった芸能人はたくさんいるはずだ。我々はそういった被害者の無念を晴らすため必ず舞台に上がる。うるせえよ。はっ、いやじゃない。怖い。入っちゃってました。怖い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 。入っちゃってたじゃないんだよ。え、入っちゃって、何なんだよこれ。な、逆に入っちゃってた。何回時間使ってお前何をやってんの。だから音楽書かれたの急に入っちゃったから。違う、漫才なんだこれは。役者だから入っちゃった。俺役者だから入っちゃうんだよ。うるせえな。入っちゃうんだよ。長い時間使ってお前はただ音楽使って大好きな内藤隆さんの真似したいだけだろうがよ。お待たせしました。すき焼き定食です。どうぞごゆっくり。雨上がりの西巣鴨一人すき焼き、なんて贅沢な時間だ。いただきます。これ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 じゃないよ。東都知事、伊達お疲れ様でした。東都知事、伊達お疲れ様でした。松重豊さんじゃねえんだよ。何をやってんのこれはね、ずっと。違う人なんですよ。おかしいでしょ、漫才中に音楽流して。すいません。全体的に意味が分かんねえよ。意味分かんじゃなくて、うるせえバカ言ってんじゃないのに。もうそれいいわ。どうもありがとうございました。あいつもまたもうどうかしてるね。ちょうど昨日の夜9時から2時間警視庁捜査一課長ってドラマの次の日だったんで、このネタやるのには鮮度が一番いいネタ。昨日もあのネットで叩かれてました。大読みだって。もういい加減にこいつ出さない。よろしくお願いいたします。ナイスです。よろしくお願いいたします。いらっしゃいました。ありがとうございますね。まあ、我々頑張ってもっと働きたいなと思いますけどもね。働きたいですよ、ね、働きすぎちゃうのは良くないですよ、まあ、何事もねやりすぎは良くないですからね、うん、今年働きすぎでね、うん、過労死寸前のおじさん一人見つけてしまいました、というとスギちゃんって知ってますか。なんちゅう言い方すんだよ。過労死寸前ってお前。調べましたけどね。大丈夫、良くなってるんですからね、大丈夫ですけど。すごく苦労人なんで、スギちゃんはね。ねえ。スギちゃんのこと調べてきましたけど、ね、スギちゃんのこと調べてきたの。1944年に兵庫県の神戸市で生まれたんですね。44年。で、1967年から日活の現代劇の助演として活躍されるようになります。その翌年に NHK の文語取り物絵図という時代劇の主役に抜擢をされ、日本の時代劇には欠かせない存在になるわけですね。
まあ、ちなみにあの奥さんがね演歌歌手の五代夏子さん。杉良太郎だろお前。杉良太郎ちゃんでしょそれも。いや、いや、プライベート杉ちゃんって言われてるかと知らないけど、その後小泉チルドレンの中に入りまして、あの郵政民営化のですね、杉村太蔵ちゃんだよお前。いや違う、そのプライベートで杉ちゃんって言われてるか分かんないけど、オメガドライブと一緒に曲をなんか、ね、杉山清隆ちゃんだよお前。杉山清隆ちゃんになってるから、解体新書、杉田玄白ちゃんだよお前。過労死寸前じゃなくてもう死んでっからね。まあ、杉ちゃんといえば今年はね、日本全国股にかけて活躍してましたけどね。大変な活躍です、ね。杉ちゃんと同じぐらい股にかけて活躍している人一人見つけました。誰ですか？塩谷俊って知ってます？女だけだろうな。股にかけたの女だけだろうがよ。彼のことを調べてきましたけどね。塩谷俊。2002年、妊婦センターやりチンジャーっていう、ね。ハリチンジャーだよ。あの、出てたわけですね。ダメだろ、そんな子供のヒーローはよ。あの、変態者の中でもね。変態者だよ。人気のシリーズだったんですよ。変態者出してねえよ。はい、本当、塩谷俊さんといえばね、すごくサッカーが上手いらしいんです。あ、そうなんですか。はい。でも調べたら、塩谷俊よりもサッカー上手い人一人見つけました。誰ですか？香川真司って。当たり前だろ、ね。誰と比べてんだよ。超うまいんですよ。超うまいよ、はい。香川さんは大変ですよ。いや、この愛媛真司っていうのは、ね、香川ね、だからね。すごい人。いや、家出たでしょ、さっきね、香川。日本の背番号10番ですからね。エースですよ。その後、万有のレギュラーに抜擢されるわけですから。これがすごいわけですよ、ね。あの、フジテレビ新諸国万有。なわけねえだろう、ね、レギュラーに抜擢されて、ね。懐かしいな、生島ひろしさんの、風任せってやつだろう、ね。新諸国万有のレギュラーに抜擢されるから、ね、あれのレギュラーに今更決まんないですから、ね、マンチェスターユナイテッド。ぜひ、高松真司覚えていただきます。香川だってんだろう、ね。ありがとうございます。ちっちゃくなっちゃってんじゃん。香川真司といえば、うん、派手なプレースタイルが、ね、特徴なんですけど、まあでもね、目を引きます、うん、やっぱりね。香川真司よりも派手な人一人見つけましたよ。誰ですか？小林幸子って知ってます？意味違うだろう、ね、いや派手ってそれ衣装がでしょ。意味違うから。今年は苦労してます、いろんなことありました。いや、まあ大変ですよ。いろいろ調べたらね、うん、小林幸子さん9歳の時に芸能界デビューしてるんですよ、うん、あ、そんなね、ちっちゃい頃からやられてるんですよね。小賀雅夫先生が審査員の番組で、あ、なるほど、ね、合格してそこからデビューしてね、調べてきたわけです。その後所属事務所の社長と専務を解雇して。早すぎんだろ、ちょっと間端折りすぎだよ、お前。9歳で社長と専務解雇しないでしょ、ね、途中入ります、ね、もうちょっとあるからさ、ね、間がね。嘘つきかもめっていう曲がね、うん、あのデビュー曲なんです。あ、これでデビューした。美空ひばり2世っていう天才って言われたんですね。やっぱりね、期待されてるわけです、ね、その後所属事務所の社長と専務解雇。ちょっと早いんだよ、だからデビューしてすぐ解雇しないからさ、もうちょっとあるから、ね、79年に思い出酒っていう曲がね、200万枚の大ヒットするんですね。これデビュー曲に恵まれて、この曲で初めて NHK 紅白歌合戦に出場することができるんですね。それで小林さんと紅白が出会った。その後旦那が、僕だったらもっと衣装代安くできるよってね、ズブの素人に何が分かるんだって、詳細になってんじゃないかよ、褒め方が起きまして、だから飛ばしすぎて詳細になっちゃってんじゃないかよ。あんまりこういうとこだと言いにくい話題ですけどね。いや、そうですよ、うん、小林さんの話題なんてね、我々からしたら、調べたらね、小林幸子さんよりも言いにくい人一人見つけました。まだいますからね。キャリープー。意味違うだろう、ね。いや、噛むにしても噛みすぎでしょ、ちょっとね。言いにくいにしてもさ、言いにくいんですけどね。言いにくいって意味違うからね、それまたね。フルネームはもっと長いんですよ。うん、キャリー、ね。キャロライン・チャロン・プロップ・キャリープー。惜しいな、お前。そこまでよく言ったな、そんなんだよ、お前。もともと毒蜘蛛として活躍、うん、毒蜘だよ、お前。されていたんだよ、ね。毒は持ってねえよ、あれ。読者モデルね。その後人気になりましてですね。うん、人気でいいだろう、ね。人気になりまして。銀さんみたいになってもう一日に何回も袋を更新することで、ね。ブログだよ、お前。この話題になった。池袋何回も歩いてるみたいになんだろう、ね、細かい、ね。ほんとこのキャリー。噛むなんかスペースが長くなってる、大丈夫ね。ちょっと言えません。命に関わるんじゃないの、これも、うん、落ち着いた方がいいですよ、一回ね、うん、落ち着けますけど、落ち着けますけど、余計なこと言わなくていいんだよ。落ち着けますけど、曲のタイトルとかいいんですよ、余計なね。キャリー、うん、パミュパミュ。あ、言えたね、うん、ありがとうございます。一回挟めばキャリー、ありがとうございます。皆さん、キャリーパンパンをですね、そうそうそう、ぜひ覚えていただき、どこで噛んでもいい加減にしなさい。どうもありがとうございました。浅草演芸会を牽引するベストワン漫才師、あれが影響だと思うんだよ、ナイツ。ベストワンネタとは、我々のネタ、スーパー漫才師というネタですね、はい。選んだ理由は、時代についていきたいベストワンです。時代についていきたいという思いで作ったネタベストワン。そうですよ、そういうことですね、はい。ネットフリックスの浅草キッドを見てこれ作ろうと思いましたね。1970年代の話ですね。そうですね。演芸場でこう漫才やっててもダメだなっていう、はい、浅草を飛び出すたけしさんを見て、はい、そうですそうです、時代の流れにやっぱこうついていくために、はい、そういうことです。今までのちょっとやっぱナイツっぽくないネタを作ろうと思ったということですね、はい。時代についていきたいベストワンネタを披露。お願いします。
早い所作が遅いんだよ。所作が遅い。早くしろよ、もうちょっと動きを。畑君、早くになりますけどね、ケツ会長。何言ってんの？畑君が吹っかけちゃって、ケツ会長だけど。ケツ副会長やってますけどね、畑君が。ケツ副会長？ケツ副会長だけど、遅いな、お前は。遅いんだよ、動きがよ。遅いのね、ちょっと早すぎてさ、分かんない。こいつ、麻痺してるんですよ。何麻痺？普段我々寄せで15分の漫才やってるじゃないですか。いや、そうよ。ね、だから麻痺してるんですよ。時間が15分の体になってるんですよ。別にいいじゃないのよ、それは。今、テレビの主戦場1分だからな。いやそうかもしれないけど、こいつ分かってないんですよ。今日は1分ネタじゃない。だから若い子に人気じゃないんだよ。動きを早くしろよ、もうちょっと動きを早く。動きを早くするって言ってもさ、普段どういう努力してるんですか、漫才の努力は。あなたはいや、そのなんか時事ネタとかやるからね、うん、そのなんかニュースを見てチェックしたりとか。全然分かってないわこいつは。もう動きを早くする努力をしろよ。また結構かっちゃうんですね。早いんだけど、何言ってるか分かんないの。意味なくないそれね。何なのそれね。はえ、はあ、こいつ TikTok 知らないんだ。は？ TikTok 知らないんだ。いや TikTok は知ってますけど。知らない。TikTok 知ってる？いや知ってるっつんだから。今の10代の子って俺たちが思ってるより動き早くなってるからね。あれはアプリで倍速にしてるんだよ。まあ、あれ自力であの速度だと思ってたのかも。めちゃくちゃ速くなってるからね。いや違う、若い人がみんなあのスピードってわけじゃないの。2000年以降に生まれた子は動き速くなってる。置いてかれるよ。分かってないんだ。置いてかれるよ本当に。動き速くしないと。いやまだ出てくる。だとしたらその倍速のスピードにはまだなってないでしょ。おじさんがなんか一生懸命速くしてるだけで。全然分かってねえな。こっちはさっきから。何よ。何。すごい音したけど。重た。みんなこんなんつけてた。え、何。そうでしょ。すいません、ちょっと演芸場のスピードに来てたんで今日は。なんで演芸場のスピード。重た。あー軽いわ。あーでも早っ見えない。早すぎて見えない。いや何、早くしろよお前動きを。いや早くなったところでさ、若い人に人気の出るネタではないじゃん。ケツ副会長はねえ、うるせえな。何やってんのこれね。え、漫才ができなくなるってことですか。そうだよ、もうこれじゃ意味ないって全然。じゃあ2つの意味で、うん、漫才協会だけに支障が出るって言いたいんですか。うまいこと言った、急に。ねず寝る、あ、くっそ。何やってんの。いや、寝ずっちのですって言って、寝ずっちのかよって言うんじゃないの。寝ずっち、寝ずっち、くっそ。なんでそれは遅いんだよ。なんでその動きは遅いんだよな。何やってんだよ。もっと早く動けない。はぁ、もっと早く動かないと笑い取れないから。寝ずっち、くっそ。なんか着てる。なんかそのジャケットの下なんか着てるんじゃないそれね。何それ。あんまり見せたくなかったんですけどね、こういう努力してるとこ。努力してるところって大リーグボール養成器物みたいなこと。どこで努力してんのやつ。何を鍛えてんのこれ。 ね寝ずっちのですを早くするやつだよ。寝ずっちのですを早くするやつ。時代についていけないんだから。そんなのするな。いらないよこんなのな。取っていいですか。じゃあ取っていいですか。いらないぞ。当たり前でしょ、ね、そんなの、はあ、どこ鍛えてんだよ。まだあれだったら早かったな。こっちと鍛えてやるところじゃないから別に。ああ軽い。軽い。早っ。それはパロディだから、あんま早すぎると意味ないんだって。ガタガタうるせえな。じゃあどっちがあの早く動けるか勝負な。何、袖に一回はけて、うん、こう袖をここまで走ってきて、うん、どっちが寝ずっちの早く動けるか勝負。なんだその勝負。なんだその勝負。いいよ、もうやってやるよ。そしたらいくぞ、よーいスタート。寝ずっちのです。ちょっと俺の方が早いじゃない。ちょっと俺の方が早いじゃない。意味ないんだよこんなにやっても。買ったな。え、スーパー漫才師おぼり買ったな。そんな名前なの。お前買っただろ。ちょっとダサい名前じゃんそれ。強制ギブス整いました。買っただろ。これ使ってますよ。強制ギブス整いました。アマゾンで強制ギブス
いや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 、まあ、あの今年盛り上がったことといえばね、やっぱりサッカーのワールドカップじゃないですかね。あ、確かにね、もうサッカー最高ですよ本当にね。そうサッカー最高、面白かったな。そんななんかサッカー好きでしたっけ。サッカー好きですよ。あんま聞いたことないけど。いやいや本当に。あ、そう、こうも見えてもサッカー大好きで。こう見えても、ね、うん、なんで見えちゃってんだよ。こうも見えてもサッカー大好きなんで。サッカー関係なく肛門はしまっといて、はい、お願いだからね、うん、びっくりしましたよ ねアナルホジチが解任されました。ハリルホジチだ、ほじってもダメだから、ね、見せてもほじってもダメなの、はい、まさかアナルが解任されるとハリルね、せめてほじっちを入れて、ね、で代わりには西野明監督っていう ね、監督に代わりまして、新しい監督急になって、この人はマイアミのマグレの時の監督ですから。奇跡だよな、うん、実績はあるんですよ。マグレって言ってやんな、ブラジルに勝ったやつ ね、チームがバラバラだったんですよ。まあ最初いきなりだったから ね、そこを長友選手が雰囲気変えたでしょ。ちょっとやっぱねムードメーカーな感じで、ここをねあの金髪に変えたこと上だよ、ね、いや知らないけど ねセットでお願いしたかどうかはそれは知らないですよ、ね、それはね、雰囲気が良くなって、うん、あのコロンビアとの初戦ですよね。そうね、初戦からまあ良かったですよ、うん、ね、ラッキーなことにね、うん、ハンデで向こうが一人抜けてくれたから。ハンドだよねもらえるわけねえだろそんなハンデ、かわいそすぎるよコロンビアが。であのヘディングで決めたのが大迫ですよ、うん、大迫さんね、もう大迫半端ないって。まあまあこれはね、あいつ半端ないって、まあ、後ろ向きのボールめっちゃトラップするやんそんなんできる、普通できへんやん、できるんやったら言うといて。よく完コピできんなおい、面白素人の動画よく芸人が完コピしようと思ったなおい。俺握手してもらったと監督な、それな、あとでセットで必ずついてくる面白い監督な、関西ので勝ちまして次のセネガル戦、これ乾のゴールで勝ち点1をゲットしました、うん、勝ち点1ね、気持ちだけじゃポイントもらえないけども、ね、うん、そして迎えた3戦目、運命のポーランド戦ですよね。 あれはちょっとね、そうそう、まあ、物議を醸し出しましたけどね、まあ、あのパス回しに関してはいろいろありましたけど、うん、賛否両論、私はね立派な戦術だと思いますよ、うん、あ、そうですか、はい、まあまあね、そのおかげでね決勝トーナメントに行けたわけですから、うん、まあまあね、うん、ここで時間稼ぎすんだろ、いや絶対ダメでしょそんなの、聞いたことない漫才の最中に、あと3分で終わるんで、いやそういう問題で、あなたの精神力が持つかとそういう問題じゃないの、ダメ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 、全然大丈夫、聞いたことないから、ね、途中でディフェンスライン下がるとか聞いたことないから、ね、ダメですか、ダメですよ、あ、ダメですか、ね、うん、いやでも本当にゴール決めてほしかったなと思いますね。まあ最後までね攻めるところは見たかったんですけど、なんかあの試合が終わった後ね、うん、結構インターネットが荒れたらしいですよ。ああそうですか、ね、うん、ネットが荒れる前にネットを揺らしてほしかった、うん、うまいちょっとうまいこと、ね、ゴールネットを揺らすという意味で、うん、ダメだから、うん、いや1点取ったとかないからそれ入ったでしょ、いや入ったじゃない、入った、逃げ切れないからそれ、今入ってないのあれ、で決めたみたいな顔されてもダメなんそれは。いやもうサッカーが好きすぎて、あの西野明監督のサインをね、うん、ゲットしたんだよ俺。おおすごいじゃないですか、はい、ちょっとみんなに自慢したいから持ってきてもいいですか、え、西野明監督のサインここで、いや、はい、いいよ、いやいや漫才中だから、そんなサイン見せびらかす人とかいないよ、俺ザ漫才で、俺でしょ、ね、俺小道具持ってきた、はい、ザ漫才で、あと古いな、デザイン、これもうドーハの悲劇の時よこれ古いデザインが、いやサッカー好きだからさ、これ西野明監督のね、これ入れてきたの、そう色紙にねサイン書いてもらったんですよ、色紙にこれねサイン書いてもらった、これ色紙じゃないですね、ビーフ、これ間違えた、え、これ歌丸師匠が亡くなる直前に明 100% に渡してくれて、いや言ってたよ、ごめんなさい、裸の芸は認めないって言ってたけどね歌丸師匠、ごめんなさい、遺品これね、ごめんなさい、これ履けば俺は認めるっつってこれで OK だよ、ここが妥協点なの師匠のね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと色紙と間違えちゃって、色紙と間違えちゃってすいません、関係ないから、ごめんなさいごめんなさい、すいません、なんで今これ持ってきちゃった、何を持って、これじゃないかな、サッカーつってんのよ、サッカーの西野さんのサイン探して、なんでグローブが出てくるの、元巨人の柿沢のオークションで落としたやつ、あのすいません、巨人のロッカールームから盗んでオークションに売っちゃってた人あだ名がルパンって人、あれ楽天のオークションで落としたやつ、楽天かしかもな、楽天から移籍してきたのに、あの、すいません、関係ねえから、なんで切れられてんの、いや、こっちのセリフよ、ね、紙あった、これだこれだ、ごめんなさい、紙ありました、すいません、これ、ね、違う 41.1 度、何これ、埼玉県熊谷市にもらったやつです、あったけど最高気温出した時に用意してなかったからって手書きのやつ出してたけど、ちょっとごめんなさい、ないんだよ、これ持ってんの、ね、あ、これだと思います、これだと思います、これは全然違うから
これやっと捕まったあの人が持って写真撮ってたやつだから、これ。どんな気持ちでこれ持ってたのかなって思うけど、なんでこれなかなかの証拠よこれ。ありました、色紙見つかりました。ごめんなさい、遅くなりました。色紙って奈良の価値、これ違うでしょうね。これアキラ、いや西野アキラじゃない、山根アキラだよ。